はい、こんにちは、レクセン人工知能矢島です。今回はね、令和元年の司法試験の出題の詩の分析会ということ で、今日の、目的はですね、司法試験の出題の詩をちょっとこう見てね、で今後の試験に役に立ちそうなところをちょっとこう説明していこうと思ってますね。でレジュメ全部で今日2冊ありまして、1つがその出題の詩にですね、私の方でいろいろこう大事だと思うところね、そこに線引いたりとか太字をね、こうかけたりとかって形で装飾をしたものをですね、それをまとめたもの、それからその各科目の一応こう基本知識になるようなものをね、各科目、出題主の各科目の裏にちょっとだけつけてあります。それが1冊ですね。それからもう1つが問題冊子の方になります。で、まずですね、こちらの出題主の方が乗っかってるね、ちょっとこうレジュメ、解説レジュメっていう風に名前がついてるんですけど、こちらの方ちょっと開けてください。でこちらのまず1ページ目のところですけれども、司法試験の場合はですね、出題の詩が結構こう丁寧でね、わりかしこう予備試験と比較した場合ですけど、わりかし丁寧に書いてあって、で、どういうこうね、こうことをこう書けばいいのかっていうのが結構わりかし読み取りやすくてですね、今後の試験のすごく参考になるところがありますね。でそれから、このレジュメの1ページ目の解説レジュメの1ページ目の真ん中辺ぐらいのところ、ご連絡ってところなんですけど、司法試験の場合は後でですね、出題の詩に加えて、まだ現時点では出てないんですが、採点実感というねものが出るんですね。でこれは試験考査員が将来の受験生に向けてこうどんな答案がいいのかとかね、どんな答案が悪いのかってことをこう教えてくれる、そういうメッセージの意味で出してくれてるんですけど、その採点実感がまた出たらですね、こんな感じで2時間ぐらい のちょっとこう時間設けて、またそこでこう分析をねやっていこうと思ってます。で、今日の取材の詩の分析会の方では、その取材の詩のところを読み解いてね、で要はこういうこの知識が、こういう質で聞かれてますよということでね、ちょっとこの試験で求められている質をですね、ちょっとこう測る、ことを今日ね、取材の詩の分析一回というところで目的でやっていこうと思ってます。で後日まだ日程未定なんですけれども、採点実感が出た後にね、こう日程決めようと思ってますが、そこでの分析会は、具体的にどんな答案がいいのか、どんな答案が悪いのか、それが採点時間の方に書かれてますので、そこのところをね、ちょっとこう受験生の方で独学でこう読み解くと難しいところがあると思うので、そういうところは解説していこうと思ってます。であとは年明けにその最新のこの令和元年の司法試験の問題に関しては、私の方の回答例をね、使って、解説講義をするものですね。矢島の最新学問山当て講座というのは年明けこちらの有料講義になってしまうんですけども、そちらの方でやっていこうと思っておりますね。そんな感じで、今回ね、出題の詩をとりあえず見ていきます。では、まずですね、出題の詩、で憲法のところ2ページのところを開けてください。こちら解説冊子の、2ページのところ、これ憲法になります。で憲法に関してはまずここのページ開けておいてもらいたいんですけど、と同時にもう1冊の方のね、問題文の方をちょっと見てもらいたいんですね。で、こちらの、公法系、民事系、刑事系の順番に変哲されて、投資番号をつけて、おきましたけれども、こちらのもう一つの問題冊子の方のですね、最初のところですね、投資番号でいうと2ページのところから広報系の第一問で、これが憲法の問題になります。で3ページの一番下のところに設問があるんですけれども、司法試験はこの令和元年もそうなんですけど、その前の年の平成30年の、段階から、要は判例を踏まえて論ずるようにということが問題文の方で明示されました。でそれによってその憲法の試験がじゃあどういうふうになったのかというと、実は従来から、出題の詩とか採点実感を見てると、もともと29年以前から判例を踏まえた論述というのをずっと求めてきてたんですよ。ところが受験生が、実際にはそれをなかなかこう守ってまあいなかったものですから、実際上は憲法 の答案に関してはセンスでもほぼ勝負が決まるような感じ、要は憲法をね、判例をどんだけ勉強したかっていう、その勉強の量ではなくて、ある意味国語の能力とかね、そのセンスですね、そういうところでも成績が決まっていたような感じだったんですけど、でも平成30年から判例を踏まえて論じなさいってことになったので、その形式にまず載せてないとですね、ちゃんとした点数もらえないように今なっちゃったんですよ。でそうするとセンスだけではもうどうしようもなくなってしまってですね、やはりこう主要な、要は事件判例なんか勉強してると、こう事件名なんかがこうほらこう出てくるような判例ってあるじゃないですか。例えば小売市場事件とかね、経済の自由のところだったら小売市場事件とか、薬局の薬事法違憲判決とかって形で、もうすぐにこう一通り憲法を勉強したことで人であれば事件名が出てくるような判例があると思うんですけど、ああいったものに関してはやっぱりこう要点を把握して、で必要に応じて長さ調整して答案の方にこうかけるぐらいの準備をしておかないとね、判例踏まえた論述というのができないんですよね。そんな感じで今後はちょっと憲法ね、重要判例に関してしっかりと
勉強していってですね、まあ、それで、このうまくねこの判例踏まえて論じられるようにしておくといいと思います。で過去の、まあ、出題の人が採点実感を見てると憲法の答案ってあの考えてるところ受験生が考えてるところに点数くれるっていうふうにあの書いてあるんですよね。ですので、まあ、なんか判例をね、まあ、唯一の何が絶対的な正解かっていうのは受験の段階その試験受けてる当日は分かんないと思うんですけど、まあ、何かこう参考になりそうな判例があったらそれを思い切って出してみてね答案の中出してみてで、まあ、これ踏まえると自分こういうふうに考えるんだって形で自分がこう思ってることを素直にね書いてあげるといい点数がねもらえるような感じになってくると思うんですよね。まあ、基本的にはあの論文試験っていうのは答案白紙のね紙を渡されてまず0点からまあスタートするわけなんですよ。でそこでまあいいこと書いていくたんびにそこをどんどん加点されていくって感じになりますので、まあ、判例しっかり勉強して、まあ、自分が思ったことをなんかこうね楽しむつもりでこう素直に書いていっていくといいんじゃないかと思いますね。で今日はですね、まあ、憲法はあの今回ちょっとどんな判例が参考になるのかっていうのをちょっと皆さんと一緒に、ねまあ、お話しながら考えていこうと思うんですけれども問題文の2ページのところですね。問題文の最初ちょっと見てください。まあ、表現の自由の内容規制の問題なんですけれども、まあ、これ判例踏まえて考えるとしたらじゃあどんな判例が思いつくのかっていうところがねちょっとこう皆さんの方で考えてもらいたいんですよね。で2ページのまずねあのこれ問題文ちょっと長いんで全部は読めません。だいたい1科目17分ぐらいしかできないんですね平均するとね。ですのでまあそんなに本格的にはできないんでちょっと簡単にいきますけども2ページのところの一段落目見てください。近年いわゆるソーシャルネットワーキングサービスの普及に伴ってね、各国において、まあ、事実に反する虚偽のニュースが広く伝播することによりね社会に負う影響を及ぼしてるんじゃないか、負の影響を及ぼしてるんじゃないかという問題が出てきたと。でこの種のニュースはねフェイクニュースと呼ばれて過去に外国の重要な選挙に際し意図的なねフェイクニュースの、作成配信が選挙結果を左右したという研究報道もされてるんだということで、まあ、いずれにしろなんかこういう虚偽情報のね、ところのまあ弊害をまあ問題にしているということになりますね。で憲法を、ね、あの勉強をすごくこうちゃんとやってる人っていうのはこの問題文の見方も随分こう違ってきて例えばこう問題文見てね、まあ、これ表現の内容規制だってすぐね制約されてる人権ですぐ気づくんですよ。でその後ねあのこう慣れてる人と慣れてない人で差が出てくるのはその、まあ、制約されてる人権ね、まあ、人権制約されてるわけなんですけどその制約を正当化する対立利益って何だろうだそういう目でこうね慣れてる人って見られるんですよね。でもその時慣れてない人ってねついついこの制約されてる人権の方ばっかりこう見てしまってね対立利益っていうのはなかなかこう意識しないんですよ。でも憲法っていうのは過去問ずっとしっかりね、まあ、勉強してると、まあ、分かるんですけどやっぱこの比較考慮の科目なんですよね。制約が問題となっているのはまあ人権とねその制約をまあ正当化しようとする対立利益っていうのがまあ、あるんですけどそこのバランスが取れてるかどうかってことを、まあ、いろんなその、まあ、合憲審査の判断枠組みに即してね判断させるってことをずっと延々と事案会で聞いてるだけなんですよ。ですのでこうねぜひあの問題文読んでる時にじゃあ今回まあこのフェイクニュースいわゆる表現の自由のある意味内容規制ですよね虚偽情報それをそのね流出させることをまあ禁止するわけだからその内容着目した規制なんですけど、まあ、そんなことをね、こう正当化する対立利益というのが何なのかって話なんですよね。でそんな感じでですね、まあ、選挙の結果左右されたとかこういうところも書いてありますよね。それからですねこの3段落目のところですねこの問題文の、まあ、この辺のところでちょっとこうポイントが書かれていると思うんですけども、この3段落目でこのような状況に鑑みね、まあ、我が国でも、まあ、A 省において虚偽の表現のルフを、規制するフェイクニュース規制法の立法を検討することになったと。で現在ね A 省においてはで今回丸1と丸2の、ね、立法措置をしようとしているんですけど、まあ、ここの、ね、合憲性を、まあ、皆さんの方で考えていくということになります。そしてまず丸1のところですけども、まあ、虚偽の表現をルフすることを一般的に禁止及び処罰するということになりますね。これ思いっきりね表現の自由のまあ内容規制ですよね。ここのところね、一般的に禁止処罰しかも処罰までしちゃうって結構重いなんかね手段を取ろうとしてますけどね、まあ対立利益守るっていうまあ目的達成のためにここまであの重い手段に出ることができるのかどうかね、まあ、そういうところをいろいろ考えていかなければいけないと思います。そして今度丸2のところですけどもこちらはね、まあ、ちょっと場面限定でして選挙の場面になりますね、選挙に際してその公正を害する SNS 上の虚偽の表現についてね、まあ、独立行政委員会がSNS 事業者に削除をまあ命令してこれに従わないものをまあ処罰するんだ、まあ、そんな立法措置をしようとしてますね。というわけでこのあとねちょっと読むのを割愛しますけどもこの丸1と丸2のまあ措置に関してですね、まあ皆さん法律家としての皆さんが憲法上の問題点をこうね意見言うっていうのがまあ今回この問題になってますね。でまずこの丸1のところですけども虚偽表現のルフを一般的に禁止してねで処罰までするっていうことを判例踏まえて書くとしたらじゃあ皆さんどんな判例があの思い浮かびますかねここのところねっていうとまあいろんな判例があると思うんですよ。まあ皆さんが日頃インプットでまあ判例いろいろ勉強されてると思うんですけどもまあいろんなものがあると思うんですけどまあなんかこれだと思ったものをこう上げてねで自分なりの考えを書けばその考えてるところにあの点数もらえますのでねまあどんどん思い切ってやっててもらいたいんですよね。で一つ
私の今日レジュメをちょっとね、こちらの取材主の方のもう一つの方の冊子ですけれども、例えばこんな判例はいかがでしょうということでね、4ページのところです、こちら、解説冊子の方ですね、解説レジュメの4ページのところで、これは私の矢島の促進プト講座の方からちょっとテキスト抜粋してきたんですけれども、4ページね、で一応一番上の中のところつけておきましたんで、ここは気をつけてくださいね。ここに掲載した判例は本文の事案とはね結構違うので、これそのまま使えるわけではないから気をつけてください。あくまでもこれをねちょっとこうヒントに、ここからいろいろ考えていくっていうことでね、これこのままこの判例があるからですね、じゃあ同じように処理できるかっていったらそういうわけではないので、十分気をつけていてください。でこちらね、この下平成2年判決、これはもう担当試験でも出るしね、普通に憲法を勉強していれば学ぶものなんですけれども、要は破壊活動防止法におきまして、その犯罪扇動するような、ね、表現行為、それ規制されてるんですよ。なんで犯罪の扇動をするような表現規制されてるということで、内容規制なんですけれども、それのですね憲法21条1項適合性、などがね、19条の適合性も問題となってるんですけど、ちょっとここではそこ割愛しますけれども、こういったね、その犯罪の扇動するような表現行為を処罰するという破壊活動防止法の規定のですね憲法21条1項適合性ですね、そこのところが問題となった判例であります。でこの判例どういうことを言ってるかと言いますと、この判例の、ね、渋谷暴動事件の2段落目のところ見てください。1段落目のところから憲法19条の話なんでね、ちょっとここ今割愛します。ちなみに担当試験で出てますけどね、この19条のところね。でも今日はちょっとこちらの下の21条のところをやっていきますと、最高裁はですね、破壊活動防止法は表現活動を処罰するものであり憲法21条1項に違反するんだ、こんな上告理由出されたんですが、その次の行ですね、破壊活動防止法39条40条の扇動は、政治目的をもってね、であと線引いてるところだけ見ていきましょう、文書とか言動によりその犯罪行為を、ね、実行決意生じすべ、またはすでに生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与える行為をすることであるから、で理由これしか言わないんですけど、一応表現活動の性質はあるんですが、この後しかし、表現活動といえども絶対無制限に許容されるのではなく、公共の福祉に反し表現の自由の限界を逸脱するときは制限を受けるのはやむを得ない。で特にこの次の行ですけど、右のような扇動はね、要は犯罪をそそのかすような、そんな引き起こすようなそんな扇動は、この後ね、社会的に危険な行為であるから公共の福祉に反し、なんと表現の自由の保護を受けるに値しないと。これちょっとどういう意味で言ってるのか曖昧なところがあるんですけど、そもそも犯罪行為をそそのかすようなね扇動行為というのはもう表現の自由の保護からもう外されてしまって、そもそもそれ規制しても人権問題にならないんだっていうふうに捉える見解、それから一応表現の自由の保護の範囲の中には入るんだけど、容保性が低いからね、そんな厳しい基準で審査しなくてもいいんですよっていうふうには言ってるのか、どっちか取れると思うんですけど、一応こういう表現の内容規制に関してはね、犯罪をそそのかすものに関しては、おそらくその対立利益、弊害の大きさですね、そこの対立利益のところ、弊害が非常に大きいところを着目して、その表現行為の、ね、保護が非常に低くなってくる、あるいはそもそも表現の自由って保護されないんだ、そんな感じの判例があります。でこれを今回 の, そのフェイクニュースの、ね規制について見ますと、フェイクニュース、フェイクの、ね表現と、犯罪そそのかすような行為というのは全く同じではないですけど、でも一定の害悪があるというところで共通しているんだということで捉えていくと、一応この判例を、参考に、そういったフェイクニュースをこう発信するような自由っていうのはそもそも表現の自由の範囲になってない、あるいは範囲入るんだとしてもね、保護されるんだとしても、そのね擁護性が非常に低くて、そんなに厳しい基準で審査する必要はないんだよと。普通ね、二重の基準で、その二重の基準論からすると表現の自由に対する規制っていうね、厳格な審査していくわけですけど、経済の自由と比べるとね、だけどそういうふうに考える必要がないんだよっていう形で考えることができるんじゃないかと思うんですよね。でそこでちょっと取材の趣旨を見てみましょう。前のページ戻りますが、2ページのところですね、この解説冊子のところで、それのねこちら、ポイントは、このまず1個目のブロックの4行目、内容規制、今回の表現の自由の内容規制の憲法適合性が問われているというところで、この、ね、2ページの1個目のブロック、内容規制というところですね。そして今私がお話ししたところはこの2段落目のところになります。ここを見てください。2段落目ね、2ページの1個目のブロックの2段落目ですが、虚偽の表現、とりわけ虚偽としてなされるものについては、そもそも表現の自由のほら保護範囲に入らない、さっきの破壊活動防止法の判例をご紹介しましたけどね、保護範囲に入らない、あるいは保障の範囲に入っても保障の程度が低いんだという議論もありえなくはないんだと。でその点について論じる際には、そのように考えることに問題はないか、またそのような考え方はほら先例で、これもしこういう考え方を取るんだったら、その先例はさっきの破壊活動防止法のね、平成2年の最高裁の判例になるんですけども、先例に基づいたものと言えるかといった点も考察する必要があると。たださっき言った通り事案だいぶ違うんですよ。だから判例があるからって言って同じように処理していいのかどうか、そこはね慎重に検討していかなければいけません。でその検討したところに点数くれると思うんですよね。判例があるからあの通り処理しますって言ったら、もう全然点数もらえないと思うんでね、
まあ、あの判例あることを踏まえて、じゃあ本件にああいう考え方使っちゃっていいのかなってところ、そこ考えたところに点数が来るはずなんですよ。でそれがこの次のところだと思います。この今の、ね、続きですけども、5行目、今の段落の5行目のさらにってところですけどね、さらに虚偽ではあっても、まあ、趣旨の観点から有益な表現も様々に考えられることやね、真実は誤りと衝突することによってより明確に認識されるのだから、虚偽の名言ですらね、言明ですら、まあ、公共的な議論の価値のある貢献するものだという考え方も、ね、あり得るんだ、まあ、ここに留意するということになりますね。で仮にこういうところを強調すると、ほらさっきの破壊活動防止法みたいな、判例みたいな考え方できなくなりますからね、まあ、要は犯罪をさ、もうまともに扇動する行為と、まあ、フェイクニュースとではちょっと違いが出てくるんじゃないかね。この違いここに書いてありますけどね、こういうところで違いがあるから、まあ、ああいった先例があるんだけれども、まあ、その先例は本件の事案には妥当しないからね、まあ、別途、その権利の、まあ、擁護性とか、まあ、規制対応非常に厳しいですよね、内容規制ですけど、まあ、そういうところを踏まえて、まあ、その憲法適合性審査するための基準を、ね、考えていかなければいけないんじゃないかってことを、ね、まあ、書いていくと、まあ、十分合格答案になると思うんですよね、まあ、そんな感じのところであります。さて、それからですね、もう一つの、この SNS の、ね、この削除をすることのもう一つの、ね、丸2のさっきの問題文のところでもう一つの立法措置があったんですけど、その削除をすることに関する憲法適合性に関して何か参考になる判例があるかといいますと、こちらの解説冊子の3ページのところになりますね、まあ、こちらちょっと先に自然の主を、見ていきますけども、この真ん中辺、すいませんね、ちょっと特定しづらいんですけど、この真ん中辺の段落で一旦表現されたものの削除がどうたらこうたらって書いてある段落見つけてもらえますかね。3ページの真ん中辺の段落になります。でこれちょっと読んでいきますね。一旦表現されたものの削除が命じられるという点では、はい、ここにヒントが書かれてますね。検索結果の表示の削除が問題となった事案も参考になり得ようと、比較考慮的なこの枠組みを、ね、提示しつつ要件が満たされていることが明らかなことを要求する判例で、判例の年月日書いてなかったんで、私中書きで年月日書いておきました。これも普通に今基本的な判例の一つになるんですけど、平成29年のね、Google の検索結果の削除を仮処分で、まあ、申し立てた、まあ、事案でね、まあ、そこでその情報提供、インターネットにおけるその情報提供の、まあ、自由とね、あと一方でその情報が公開されることによって個人のプライバシーが、まあ制約されちゃうんですけど、そこの、ね、比較考慮した、まあ、判例なんですが、まあ、それですね、それのことを言ってるんだと思います。というわけで、その要求する判例の、ね、立場から見た場合、ね、立法措置丸2の要件が十分限定されたものになっているか否かを検討することになろうと。でこれこの冊子の5ページに、ね、この判例載せておきました、5ページ見てください、まあ、こちらも矢島の促進部講座の、ね、憲法のテキストに、まあ、載せてる判例なんですけども、その記事をそのまま、ね、こちらにコピーしておきました。で、5ページのところ、ね、何を言ってるかというと、まあ、簡単に言うとですね、まあ、対立利益は本件の事案と違います。本件の事案は司法試験の方の事案は選挙の公正なんですよね。まあ、選挙の公正を確保するために、まあそのね、一回表現したものを削除することの、まあ、バランスが取れているかということを、まあ、検討させる問題なんですけど、こちらの、判例の事案は対立利益が選挙の公正ではなくて、まあ、インターネットによって、まあ、その過去の、ね、犯罪履歴がこう、まあ、公に今なっちゃうということで害される個人のプライバシーですね、まあ、その個人のプライバシーとその、ね、インターネットによるその情報提供の自由、まあ、そこのところを利益考慮して、まあ、どういう要件を満たせばですね、その、まあ、考慮的な観点からね、どういう要件を満たせば、その削除が許容されるのかどうか、削除しても、ね、憲法21条に反しないのかどうか、まあ、そんな感じの、ところを考えていくことになってきます。でこの点ですね、この5ページの最後の一番最後のブロックなんですけど、ここね、判断枠組み の要は、まあ規範ですね、受験生的に言うとね、答案には規範っていうのを書きますけど、そのね、判断枠組みって、まあ、ここで言いますが、判断枠組みをね、構築しているところなんですよ。まずね、まあ、プライバシー、対立利益一つ、まあ、プライバシーも大事だよってことを言ってます。ただ一方で、その後ね、インターネットにおける情報提供の自由の重要性をすごく言ってるんですよね。やっぱこう、インターネットだから皆さんも利用してると思うんですけど、そのインターネットね、まあ、多くの人が利用されている以上、まあ、反面、その情報提供、インターネットで情報提供する自由っていうのは、まあ、みんなのためのものであるから、非常に擁護性が高いわけなんですよ。で、そこで、まあ、個人のプライバシーとね、そのインターネットにおける情報提供の自由を比べたときに、やはりこのインターネットにおける情報提供の自由をちょっとこう考慮、優遇せざるを得ない、まあ、そういうところが出てくると思うんです。でそこで規範の結論部分としては、かなりね、この情報提供、インターネットにおける情報提供の自由の方にね、こう配慮するようなね、そんな判断枠組みを出してます。それが6ページの一番上のところですね。これ結論部分です。比較考慮の基準で、ここがこんなこと言ってます。公表されない法的利益、
これはこちらの判例の事案ではまあ個人のプライバシー保護ということになりますけどね、司法試験の事案ではあの選挙の公正の確保ということになると思います。まあ、対立利益の内容はちょっと違ってくるんですが、まあ、基本的な考え方は、ね、あのこう通用すると思いますね。というわけで公表されない法的利益、それから、検索結果として提供するまあ理由ですね、まあ、こちら情報提供のまあ必要性ということになるんですけど、それを比較考慮して判断すべきなんだと。この削除が許されるかどうかということはね、この比較考慮して判断する。ただこの時ね、あの投下的な利益考慮してません。インターネットにおける情報提供の自由、かなりね、あの優遇するような形 の、 あの利益考慮をしてるんですよ。それがこの後です。2行目の途中のところです。その結果、当該事実を公表されない法的利益が優越することがほらで明らかな場合、これさっきの取材の趣旨に明らかな場合って鍵カッコつけてあの書かれてましたけど、ここに当たるんだと思うんですけどね。まあ、明らかな場合2はですね、検索事業者に対し当該 URL、まあ、過去の、ね、犯罪履歴、この判例の事案では、ね、過去の犯罪履歴だったんですけど、まあ、URL 等の情報を検索結果から削除をすることを求めることができるんだよって形でね、こんな感じで、まあ、インターネットにおける情報提供の自由をかなり、まあ、優遇するような形の、まあ、比較考慮をしてますね。でちなみにこういう考え方ってよく判例やってますよね。何かあの他の判例思いつきます？まあ、あるこの利益と利益をね、権利と利益をこう考慮するときに、まあ、先ほどの権利の重要性すごくこう重視あの着目してね、その権利の方を重視するような形で比較考慮してる判例ってありますよね。すごく有名なやつでね、まあ、例えばですけど、あの泉佐野市の判例ね、集会の自由、要はあの公の施設、集会のようにね、まあ、供されてる、まあ、公の施設、もともと集会できる場所なんですけど、まあ、そういった、まあ、集会できるような場所ではもともと原則的には集会制限できないんですよ。まあ、そういった中でも一方でね、その不許可条例の方で、まあ、不許可自由っていうのがあってね、集会によってまあ害される対立利益がありますので、まあ、それを守るためにね、不許可自由っていうのがあるんですが、その不許可自由を比較考慮、要はその集会の自由と、まあ、その、ね、集会の自由を行使することによって害される他の基本的人権、まあ、そこをこ う、 うまく、まあ、利益考慮しながら、でもかつ、ね、集会の自由がすごく大事なんだ、特に、まあ、集会上での集会の自由ね、集会のように供された公の施設での、まあ、集会の自由という、まあ、そういう事案だったんですけど、まあ、そこで集会の自由かなり重視をした形で、まあ、規範定立したんですけど、その泉佐野市の事件なんかも基本的にはこういう利益考慮してるんですよね。というわけで、まあ、判例結構慣れてくるとね、まあ、意外とそれ踏まえて書くということができるようになるんですが、まあ、でも逆にインプットの段階でですね、判例をこう、まあ、うまくこうなんていうのかな、事案も含めてこうちゃんと勉強しないとね、まあ、それがなかなか使えないんですよね。担当試験の時に、まあ、その丸罰は、まあ、つけられてもね、なかなかそれを、まあ、論文試験のところにこう生かすってことがこうできないと思うので、まあ、これからはこうね、憲法の方でいい点数取ろうと思ったら、まあ、やっぱこう羽の数は絞ってください。何でもかんでもね、例えばこうそのこんな深い勉強しようと思ったら、もうそれって2年3年かかっちゃうから。でも皆さんは今度の直近の試験にね、こう受かんなければいけない、まあ、そういう試験目指してね、直近の試験の合格目指してやってるわけですから、まあ、幅をこう狭めないといけないんですよね。だそういうわけで、まあ誰しもが名前知ってるような判例ね、まあ、私の方だったら矢島の促進講座の方でこう重要な判例丸つけてるんですけどね、まあ、そういった形でまあ何でもいいですけど、こう判例絞り込んでね、まあ、徹底的にそこのところ勉強して、まあ、論文試験の方で通用するようにね、していってもらえればというふうに思いますね。というわけで、まあ、憲法はこんな感じですね。まあ、こういう点で判例をしっかり勉強していかないとね、今後は勝手に、今まではセンスでなんとかなりました。判例なんか出さないでもね、よかったんだけども、問題文の形式がね、判例踏まえて、でしかも判例に問題点があるときはそれも検討しないといけないことになっちゃってるんで、まあ、やはりね、そこの形式に載せないともう点数に乗らないということになりますね。だからロースクールの、今のね、現役のロースクールの学生はすごく勉強してるんですよ。もうそういう指導してるからね。だけどそこから外れちゃってる人ね、もうロースクールすでに卒業しちゃってる人とか、そもそももうロースクール行かないで予備試験だけでやってる人なんか、そういうところ乗り遅れちゃうとね、こう差がついちゃうので、まあ、ぜひ判例の方を、ね、しっかりと勉強していってもらえればというふうに思いますね。さて、じゃあ今度行政法の方いきます。行政法の方ですけれども、まあ、このままついでに解説冊子の7ページのところを見てください。で、まあ、ここもね17分、まあ、大体持ち時間大体1科目あたり17分なんですけど、この短い時間の中で皆さんのね、将来のまあ試験に役に立つことが何が言えるのかっていうと、法律の科目って基本的にね、今憲法でやってイメージが湧いたと思うんですけど、比較考慮の科目なんですよ。で、この行政法もその比較考慮ができてるかどうかってことをね、例年本案のところでね、試すことが多いです。で、今回そういうやっぱりこの典型的なね、その比較考慮してその本案の方でその処分が違法か適法かっていうことを検討させるような問題が出てたんで、その思考方法に慣れていくっていう観点からちょっとね、そこをご説明したいと思ってます。で、その前提としてまずね、どんな感じの事案なのかっていうと、この7ページのところですね、資材の市の一番上の一段落目だけ見ると分かりやすいと思います。ちょっとこちらご紹介します。本門は新たな市道、まあ、本県ね、道路って今後言ってきますが、まあ、道路をね、整備しようと思ってたわけです。で、その道路の整備のために、その C 市がね、土地収用法に基づいて A の土地、まあ、その個人の土地を収用しようとした場合に生ずる法的な問題につきまして、検討を求めるものだと。で、まあ、土地収用の手続きはまずね、まあ、処分の流れとしてはまず事業認定するんですよ。本当にその土地の収用するような必要な事業と言えるのかどうかっていうのを事業認定しますね。
そしてその後、まあ、通常は任意買収でね、事業認定された後に、まあ、土地任意にこう売ってくれればまあいいんですけど、売ってくれない場合はその後ね、収容委員会の方にまあ、強制的に土地取り上げられるようにするためにね、収容採決なんかをこうしてもらったりとかって形で、どんどん手続きがまあ進んでいくんですよね。というわけで、そんな感じで事業認定、収容採決といった段階をまあ踏んで進められていくんですが、本文においてはこのような土地収容手続きの過程を理解して検討することが求められるんだと。でこの次第の詩、ちょっとここ開けたままでね、今度問題文の方の冊子をちょっと見てみてください。問題文の冊子はですね、行政法の問題は、8ページのところになりますね。で行政法をね、大きくまずね、一番上、配点割合見てもらいたいんですけど、この1行目のところに書いてあります。問題文の冊子の方ですけどね、8ページのところで、これ問題文で一番上の1行目見てください。今回全部でね、3つの問題があります。まあ、大きく設問1と設問2なんですけどね、設問2の方2つに分かれてるんで、まあ、実質的に3問なんですけれども、配点割合が35、30、35ってことに今なっておりますね。でこのね、最初の35は設問1で、まあ、違法性の承継、まあ、なんか典型的な論点ですけどね、違法性の承継なんですけど、まあ、そこ事案に即して検討しないといけないんで、まあ、随分差がついちゃうと思うんですけどね、違法性の承継というのは知ってても、事案の分析力でね、まあ、随分差がついちゃう問題なんですけど、まあ、そこが聞かれてました。それからこの30のところは、これすごく狭いところ聞いてきたんですけど、まあ、広告訴訟の中でも無効等確認訴訟ってあるじゃないですか。無効等確認訴訟の中でも36条の公団の訴訟要件のところピンポイントで聞いてきたんですよね。まあ、それがこの次のページの設問2の括弧1のところにありますけど、まあ、これ珍しい聞き方ですね。この訴訟要件1個だけ絞って、ね、検討させるんですけど、括弧1のまあ2行目、この、ね、無効確認訴訟の、行訴法36条の当該処分もしくは採決の損否またはその効力のも前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものという訴訟要件に絞って、ね、まあ、これ検討しなさいということに今なってましたね。でここはまあもう基本知識で、ね、ちゃんと勉強して、るところでありますので、まあ、そこちゃんと事案即してこの要件、ね、まあ、要件もともと理解していかなければいけないですけどね、還元不能説とかね、直接で的に、まあ、紛争の解決に直接役に立つと言えばいいんだとか、いろんな、まあ、見解ありますけど、まあ、そういうところをちゃんとインプット段階で理解してね、で事案に適切に当てはめられるかどうかということが問われてました。で今日ね、この短い時間の中でやりたいのはこの括弧2のところになるんですよ。これ本案なんですけど、ここ見てください。問題文括弧2、まあ、今回ね、道路整備しようと思って人の土地をまあ収容しちゃおうという話なんですが、まあ、本件事業認定が、法、土地収容法なんですけどね、法20条3号の要件を充足せず違法であるとの A の主張としてどのようなものが考えられるかってことになってます。で20条の3号をちょっとこのページめくるとね、条文ついてますからちょっと見てみましょう。20条の3号はですね、13ページになりますね、このね、こちらの問題文のくっついてるところで、そうすると20条を見てください。上の方ですね、13ページの比較的上の方ですけど、20条、国土交通大臣または都道府県知事は申請にかかる事業が差の各号のすべてに該当するときは事業の認定をすることができると。で今回この4号の該当性ね、これ該当しないから違法だっていうことを言わせたいみたいなんですけど、4号を見ると土地を収容しまたは使用する公益上の必要があるものであること、なのでね、これの規範の意味を明らかにして、で本件の事情に当てはめしていくんですけど、ここのところをね、要は法的思考能力慣れてない人ってここの文言を形式的に見て実質的に当てはめができないんですよね。だけど、まあ、過去問とかこう慣れたりとかインプットの段階からちゃんと比較考慮を意識してくると、ここもね、ちゃんと対立利益見ながらね、この必要性とかってちゃんと見るようになってくるんですよ。と同時に問題文見るとかなりね、その比較考慮をさせるってことが結構丁寧に誘導されてます。ちょっとそこのところ見ていきましょう。この問題文の冊子の10ページをご覧ください。10ページのところでね、この法律事務所の会議録があって、この誘導に即して先ほどの設問回答する形になるんですけれども、10ページのところの、まあ、結構下の方になります。下の方のね、4つ目の発言ですね、弁護士 D なんですけどね、下から4個目の発言で弁護士 D の発言あると思うんですが、では次にってところですね、ここ見てください。でこう読んでいくとね、ちゃんと比較考慮しなければいけないっていうのが分かります。ここまず気づいていかないといけませんね。でちょっと読んでいきますと、弁護士 D、 では次に本件事業認定の違法性について検討していきましょう。無効確認訴訟の場合、最終的には、まあ、重大かつ明白な違法性を主張しなければいけませんが、まずは取り消し訴訟でも主張できる、まあ、違法事由を、ね、検討していくんだと。でとりあえず今回は重大かつ明白、その違法がね、重大かつ明白程度までのことは検討から外されてますね。とりあえず違法かどうか、さっきの要件満たしているかどうかっていうのを検討をすればいいんだということになってます。でその後、弁護士 E のところですけども、本件理由によるとね、まあ、とりあえず道路をなんで今回作るために土地収容しなければいけないのかというと、B 県知事は本件申請書に基づきね、本件道路の整備にはとりあえずね、その
道路を整備することで得られる利益、ほら3つのも利益って書かれてますからね、これ結構ヒントになると思います。3つの利益が出てくれば当然その道路整備することによって反面不利益も出てくるんじゃないかって予想ができるんですよ。でそこを考慮して先ほどの要件の必要があると言えるかどうかね、そこのところ本当に事業をやる必要があるのかどうかってところをまあ見ていくんだって形で前やっていきます。でとりあえずちょっと読んでいきますとね、3つの利益の内容ですけど、弁護士の発言の1行目の終わりの方から2行目のところですね、道路ネットワークの形成、通行者の安全の確保、地域の防災性の向上、まあ、この3つの利益があるんだ。でそれにほらもうで比べてってなってるのがヒントですよ。まあもともと比較考慮っていう視点が入ってないとせっかくこんなヒントくれてても気づかないとは思うんですけど、ここはね慣れてくると気づいてきます。まあ、こういう法案のところっていうのはやっぱり比較考慮の観点から、まあ特にこう必要性とかって出てきたらね、まあちゃんと問題となってる制約される利益と、その要はまあ公益的な利益とね、それによって害される利益、まあそこを比べていくっていうのはもう ずっと昔からやってるから、ここが最大限のヒントになりますね。でこういう3つの利益があることに比べて本県、土地の収容によって失われる利益はそれほど大きくはなくとかね、こんな感じでもう明らかにその要件該当性比較考慮の観点からね、実質的に判断しろっていうことを誘導していることが分かるんですよね。ここのところね、まあ、この問題に限ったことじゃなくて、まあ、もともとこういうもんなんですよ。法律的な考え方ってこういうことなのね。すでにあの対立利益との考慮をしていきますね。刑事訴訟法でもね、任意捜査の原則のところでね、必要性緊急性を考慮した上で具体的状況のもとに相当って言いますけど、ここもやっぱり比較考慮してるんですよね。その当該捜査の必要性緊急性とその相当性ってところはね、もっとこう実質的にその捜査によってこう侵害される非侵害利益のね、擁護性とかその侵害される程度とか、まあ、そういうところを見てそのバランスが取れてるかってことで比較考慮するわけですけども、まあ、基本的には法律の科目どの科目でもそういう比較考慮をしてますね。あんまりやらないのはあの刑法ですね。あれはまあ財刑法定主義がありますので、まあ、あまり勝手なことやっちゃうとね、あの刑法があの財刑法定主義の派生原則で禁止されている累積解釈みたいになっちゃうからね、刑法だけはあんまりそういう比較考慮みたいなことやらないんですけど、でも基本は他の科目はね、大体比較考慮してるんですよね。さてでそんな感じでね、その他 そのヒントになるところとしては、この10ページの一番下の最後の弁護士いいですけど、その本件理由ですね、なんでその今回道路を作んなきゃいけないのかというと、その弁護士の2行目の発言です。本県道路の交通量は1日あたり約3500台なので、あでこの読み方だけど、常に道路の整備によって得られる利益と失われる利益がそれぞれどういう指摘がされているのかという観点から見ててください。じゃないと全部大事な事実を読み落としますからね。あのそういう目で見ておかないとね、その道路の整備によって得られる利益、あそれはここのところだなとかね、逆に失われる利益はこういうところだな、それ見ていかないとね、あの答案の方に行かせませんので、そういう目で 見ていきます。でそう今のね、弁護士の2行目のところですけど、本県道路の交通量は1日あたり約3500台なので、周辺環境への影響は軽微であり、失われる利益は大きいとは言えないと、まあ、判断しているということですね。ここは得られる利益と失われる利益はほぼ一緒な感じで書かれてますけど、まあなんか、このね、道路の整備の方によって得られる利益の方が大きいんだみたいなことを、まあ、公権力側の方はね、言ってますね。土地を収容しようと思ってる人の方は、まあ、言ってますね。事業認定しようとしてる人はね。しかし A さん、この方の土地を収容されてしまう個人なんですけれども、 A さんとしてはその11ページの一番上のところですが、平成元年調査の時には周辺環境への影響が大きいとして本県道路の整備は見送られているのに、平成22年調査で予測されるね、交通量が平成元年調査の約3分の1に減っているのは、まあ、疑問がまあ残るんだと。これって本当に道路の整備の必要性があるのかどうか、そこがまあ疑問なんだってことですよね。まあ、一つこう利益考慮の、ね、天秤にまあ乗せる一つね、その道路整備の必要性、そこにまあこの疑問を感じてるんだってところが出てきてます。そしてこの後の弁護士 D のところの下のね、弁護士 E のところですね、11ページのところで言うと、まあね、最初の弁護士って書いてあるところですけど、その3行目、それに加えて A さんっていうところをちょっと見てもらいたいんですけどね、それに加えて A さんはってところですが、ここにもまあ利益考慮のヒントが書かれてますね。見ていくとね、それに加えて A さんは交通量が約3分の1にまで減るのであればね、土地収容によって得られる利益ね、ほら得られる利益ってありますよね、とされる道路ネットワークの形成の必要性に疑問がまあ出てくるんだと。そして仮に、道路ネットワークのまあ形成のために本県道路が必要であるとしても、ほらその必要性は相当大きいものではない。だからひたすら比較考慮、利益考慮してるんですよ、ここのところね。でもまあこれ当事者が勝手に言ってるだけだから、これ本当にそうなのかって皆さんが判断しなければいけないんですけどね。最終的にその本当に今回の事業をやる必要性があるのかどうか、先ほどの要件に、ね、皆さんの方で、即してちゃんと判断しないといけないんですけど、まあ、当事者はこういうことを言ってるわけですよ。まあ、こういうところを拾ってってね、自分でじゃあ私はどう考えるのかってことをね、まあ、やっていくと。
いうことになります。だけどもう一回ね、その弁護士さんの下から3、4行目のところですけどね、仮に道路ネットワークの形成のために本件道路が必要であるとしても、その必要性はそれほど大きいものではなく、かえって、通過車両が増加するなど良好な住環境が破壊されるだけではないのかという懸念ね。あとね、ちょっと時間の都合でこの下読まないんですけど、その他いろいろね、この例えば地下水が、この道路がこう、ね、工事し始まっちゃうと地下水がこう枯れちゃうんじゃないかとか、その他いろんなその環境に対するこう問題を A さん指摘してるんですよ。だけどそういうことを公権力側の方が考慮しないで今回の、ね、この道路の整備をまあしようとしてるんで、まあ、そういうところもね、ちょっとこう検討していかなければいけないと。でこういう目で見るとね、取材の趣旨がすごく読みやすくなると思います。ちょっとまた取材の趣旨戻っていきますね。解説冊子の方の9ページをご覧ください。今の目で見るとね、ここすごく分かりやすいと思うんですよ。逆に言うと今みたいな目で問題文見られない人はここ読んでも多分分からない、意味が分かりにくいと思うんだけど、まあ、今みたいな目で1回見ちゃうとね、問題文読むとこの9ページってすごく分かりやすいんですよね。でちょっと見ていきますね。9ページの一番上です。解説冊子、設問に括弧2では、上記無効等確認訴訟が適用に提起できると、まあ、した場合ね、本件事業認定の違法性につき法20条3号のこの要件の、ね、該当性ですけど、事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであることに関してですね、まあ、A がどのような主張可能かを検討すると。でその20条3号の要件は、1条の目的規定で、ここはちょっと自分で解釈していかなければいけないんですけど、これね、過去問でやってると結構慣れていくんですけど、だいたいね、本案の要件をこう行政法の試験で聞かれた時ってだいたい裁量行為の時が多いんですよ。裁量行為の時はね、過去問勉強してると。なので今回もこの要件の認定について行政庁の方に裁量があるんじゃないかってことを推測するわけですね、過去問をまあ勉強してる結果ね。でそうするとこの裁量の逸脱乱用があると、その処分が、まあ、この事業認定違法になるので、まあ、そういう目で見られないかってちょっと疑ってかかるんですよ。でそういう目で見たときにさ、やっぱこの要件、事業認定するかどうかのこの要件ってっかなり専門技術的な判断が必要そうですよね。それってやっぱこう裁量を基礎づけますし、あとはこの要件自体が結構抽象的なまあ規定の仕方をしているので、ね、まあ、こうもやっぱ過去問なんかを勉強しているとね、まあ、やはりここのところもその裁量行為だってことをね、まあ、基礎づけるような感じになってくるから、まあ、おそらくこれ裁量行為だろうな、だからまあ裁量の逸脱乱用があればまあ違法だっていう判断枠組みを立てて、まあ、それで判断していこうという形でちょっとこう目星がつけられると思うんですね。でこの筋が立たないと、ちょっともうこの答案で、この少なくともこの設問でちょっと合格点取るのは厳しいと思いますね。でこういう思考ができない人は過去問をちゃんとしっかりまあやるということですね。まあ、矢島の論文完成講座なんかでもこういうのちゃんとしっかりとやってきますけどもね、まあ、各自別に講座取らなくてもいいですけど、各自こういうところの理解ができるようにね、過去問しっかりやってほしいと思うんですね。でそんな感じで見ていきますとね、まあ4行目のあたりですけども、法20条3号の要件は第1条の目的規定を参照すると、行われる事業によって増進される公共の利益と土地収用によって失われる利益の比較考慮によってね、判断されると考えられるが、でここはまあ一応誘導文があるんでね、ヒント、まあ、比較考慮してまあ判断させようとしてるなってところはヒントになる、があるから分かりやすいと思うんですけど、まあ、考えられるが、法20条3号がある程度概括的に定められていることやね、これ過去を見てるとね、裁量行為を基礎づける一つの事情になるなんて分かるんですよ。これ別にこれ初めての取材じゃないからね、こういうのが、まあ、ある程度概括的に定められていることや、公共事業に土地収用が必要とされるかどうかについては趣旨の事情を総合的に考慮した、まあ、判断を伴うと。これなんかもまあ過去問やってるとね、と都市計画に関する結構出題って、まあ、何回か出てるんですけど、やっぱ結構裁量広いんですよね。専門技術的な判断が必要になってくるからね。なんでまあこういうところも、まあ、過去問なんかやってるとね、まあ、事業認定、っていうのは今回初めて司法試験の方が出てるんですけど、まあ、ある意味都市計画とも似てるような専門技術的な判断がいるんだろうなってことで、まあ、推測できればね、まあ、結構広い裁量があるんだろうって形で、まあ、こう推測できるんじゃないかと思うんですよね。まあ、そんな感じである程度概括的にね、この趣旨の事業を総合的に考慮した判断が伴うことから、20条3号の要件該当性の判断には行政庁に一定の裁量が認められると、まあ、考えられる。皆さん考えていかないといけないんだけどね、これね、考えられるということになります。まあ、したがって本文では本件事業認定がこのような裁量の範囲を逸脱乱用したものであるとしてね、違法となるかどうかをまあ検討すべきなんだってことになってますね。そこ でさっきの比較考慮のまあ視点からね、まあ本当にこんな得られる利益の方が大きいのかどうか、基本的に得られる利益が大きくないとですね、この3号の要件満たさないというふうに解釈できると思うので、まあ、そのさっきの比較考慮をね、まあ、当事者はいろんなとこ勝手なこと言ってますけど、まあ、皆さんがじゃあその、ね、当事者の言い分を踏まえて考えたときに、じゃあどうなのか、本当に得られる利益がこの道路の整備によって得られる利益が多いのかどうかということは判断するんですよ。と同時に、まあ、今日ちょっと割愛しましたけど、問題文を読み進めていくとね、まあ、いろんなその地下水が枯れるとか、その他いろんなまあ事情があると、道路が整備されるとね、いろいろこう問題が出てくるのに、そこを考慮してないじゃないかということで、まあ、考慮不尽でね、まあ、裁量逸脱乱用があるんじゃないかという、まあ、問題、まあ、そういうところも出てくると
ということになってきますね。まあ、実際ちょっと問題文ちゃんと見ないとね、ここのところ難しいので、詳細これで割愛いたしますけども、まあ、一応こう過去問の方をしっかり慣れて行政の基本的な考え方が分かっていれば、まあ、ここに書かれていることを完璧にできなくても、ね、最低限の合格ラインには届くんじゃないかと思うんですよね。だいたい100点満点、絶対値で100点満点だとしたら、だいたい論文試験で 6割ぐらい、ね、取れれば十分合格できるんですよ、絶対値で100点ね。で逆に4割ぐらい落としちゃっても大丈夫なんでね、試験時間内にこういう問題をちゃんと処理するのって本当に大変なんですよ、本番の試験でね。だからそんな完璧なことって、まあ、みんなできないからね、まあ、実際6割ぐらいのところで受かっていくんですけど、まあ、そういうところをね、今ぐらいの基本的な考えができてれば十分6割取れるはずですからね、まあ、あんまり細かいところをこう踏み込まずにね、基本的な、まあ、考え方のところからね、大筋のこう理解ができて大筋の処理ができるようにちょっとここ心がけてねもらえるといいかなというふうに思いますね。さてじゃあ今度民法の方行きましょう。11ページを、ご覧ください。民法ですね。で民法に関してはここちょっとね11ページ開けておいていただいて、同時に問題文の方の冊子を、ちょっと見てください。16ページ問題文の冊子はね、すいませんね、ちょっといろんな冊子がね紛らわしいですけどね、16ページの方になりますね、問題文の方になります。で今回民法の方は、問題文の一番上の1行目のところをね見ていただくと、まあ、問題文の冊子の16ページの一番上のところを見ていただくと、設問が 1,2,3 ってあって、で配点割合が 35,30,35 ということに今なってますね。でこのね最初の35のところは、まあ、この下の設問1なんですけども、まあ、こちらはね請負契約によってまあ建物をまあ作った時にね、じゃあその所有権の帰属がどうなるのかどうか、でそれによってまあ所有者とか占有者っていうのがこう分かれた時に、その後ねその、まあ、建物ちょっとこう瑕疵があってね、それ原因で、まあ、ちょっとこう被害者が出ちゃうんですけど、工作物責任ね、でそういう時にまあ所有者占有者、まあ、そういうところをどう考えていくのかどうかとか、まあ、そういうところが聞かれてますね。でこれ特徴は問題文がね配点35もあるのに問題文すごい短いですよね、これ設問1のところだから、ここはちょっとねこう、まあ、パッと見てね一通り担当試験で合格点取れる人はねすぐ論点抽出できるはずなんですが、これ覚えてることそのまま書いても35は取れないなって疑わないといけないところですね。ここのところね、問題文の事実がすごい少ないんですよ、過剰書きじゃないですか、1から5までこんな程度で35を取るのってのは結構大変だから、これ思いついたこととそのまま書くだけだとちょっと厳しいなってことが推測できるんですよ。でその時にまあどういうところで話を膨らましていくかというと、これでねちょ今度は出題の趣旨の方を見てくださいというわけで、今回ちょっとこのね設問1の考え方をちょっとねこの点数配点割合に即したこのちょっとね答案の膨らまし方っていう観点からちょっとこう考えてもらいたいと思うんですけど、こんな時ね、まあ、問題文の事実確認が本当に過剰書きでほとんど大して当てはめるような事実もないと、にもかかわらず35ということでね、かなり大きな配点振られてる時にじゃどう処理したらいいかというと、従来、まあ、皆さんがインプットしている知識のところ、そこのところねそのまま書いちゃうとね、まあ、結構答案がさらっと、まあ終わってしまいますから、その理由をねしっかり考えてほしいんですよ。最近の民法のこれもやっぱ過去問にいかに慣れてるかって話になるんですけど、民法のね過去問は最近ねその理論面のところをすごく重視するようになってるんですよね。ちなみに少子化の刑法の方も最近理論面をねすごく重視するように今なってね、自分が最初から用意した見解だけでは処理できないようになってるんですけども、実は民法もねその形式自体はその従来のまま変わってないんですけど、配点割合と問題文の分量を見た時にですね、結構理論が求められてるってことがね分かります。で現に過去問遡ってね出題の主とか採点実感見ていくと、かなりね緻密な理論構成を要求してるんですよ。というわけで民法はね意外と受験生が思ってるよりも先生方はね、試験考査員の先生方は、まあ、深いことを求めてるんだってことが分かります。だけど問題文短いのに配点割合が高いときは、その既存の覚えたその論点ね、そこのところの理由をもうちょっとなんか膨らませられないかなってことで、少し工夫を頭の中ちょっとひねってね工夫してみるといいんじゃないかと思いますね。でそれでなんとかこうそういう工夫をしない人と比べると、まあ、点数が上がるじゃないですか。それでまあなんとか6割ぐらいのところを取って合格するっていう作戦ですね。まあ、この趣旨もいろいろ難しいこと書いてあるので、これ完璧にやるっていうのは多分難しいと思うんですけどね。まあ、でもそれを全く考えなかった人と比べて、あくまでも試験って相対的なものだからね、頑張った人が順番にまあ受かっていく試験なんで、まあ、少しでもちょっと頭をこう使ってね工夫していくといいんじゃないかと思います。でそういう点でちょっとねこちらねどういう筋で書くと分かりやすいのかなって話なんですが、こちら出題の主の11ページのところの3つ目のブロック見てください。設問1の前半ではっていう段落のところですね、設問1の前半ではっていうところを見てください。
でこちら中身ですけれども、設問1の前半では新築建物の引き渡し前の所有権の規則、これ典型的な民法を勉強している時に出てくる、まあ、論点ですけどね、建物の建築請負契約でね、完成した建物の所有権は請負人のものなのかそれとも注文者のものなのかって話ですけども、新築建物の引き渡し前の所有権の規則が問題となりますが、その前提としてね、まあ、一応一言、まあ、建物はその敷地とは別個独立に所有権の客体となることを確認する必要があると。でメイン論点はこの後ですね。その上 でここからですが、まず建物新築請負契約の当事者間に所有権の帰属について合意があればね、まあ、契約自由の原則で、その合意に従って所有権の帰属が決定されるんだと。でその合意がない場合における新築建物の引き渡し前の所有権の帰属についてはいわゆる、まあ、請負人帰属説とね、注文者帰属説がありますが、まあ、おそらく受験生はねここのところそんなに細かい勉強してる人少ないと思うから、まあ、判例の請負人帰属説の方はねこれで多分論証する準備をしてるんじゃないかと思うんですよ、多くの方がね、まあ民法ってね他の科目と比べるとちょっと勉強の範囲が広いですからね、なかなか一つ一つの論点細かくやっていくというのは難しいと思うんでね、まあ、おそらく多くの方こちら請負人帰属説で準備してたんだと思います、こちら今年合格された方はね。でその後ですけども、判例は請負人帰属説に立っていると理解されているが、その規律内容を知識として有しているだけではなく、これがやっぱ最近の民法の傾向なんですよね、単に論証を覚えているだけじゃなくてね、本当にその書いてあることの意味が分かっているのかどうかということを試す感じで、それで短い事例の中で配点割合こう膨らましてくるんですよね、まあ、そんな感じで、単に知識として有しているだけではなく、その根拠を正確にやっぱ理解していることが求められるんだということになりますね。でこの後ね、まあ、その次のところで、まあ、どっちの説でもまあいいんだってことになってるけど、まあ、とりあえずこう民法をあまり深入りしないでね、他の項目のこともありますので、まあ、あまり深入りしないでこうやっていきたいっていうんであれば、とりあえずこの請負人のこちらですね、請負人帰属説の方でやっておくといいんじゃないかと思います。こちらね判例の立場ですのでね、多くの人が押さえていると思うの でそこでこの次の段落です、請負人帰属説に立つ場合っていう段落ですが、新築建物の所有権の帰属について特段の合意がない場合は、まあ、物件法の原則が妥当しね、これうまいこと書いてありますよね、材料の所有権が積み上げられて完成した建物となるなどの理由からね、材料の全部または主要部分の提供者が誰かによって、所有権の帰属が決せられることを原則にするんだってことで、これちょっと理由工夫してますよね。なかなかここまで書いてある本を事前に読んでる人ってあんまりいないんじゃないかと思うので、まあ、配点割合が高いゆえに、まあ、その場でなんかこう理由付けられないかって形でね、まあ、ちょっとこうやっていくんだと思うんですけど、まあ、そんな感じでね、現場でもまあなんとかここに書いてある通りじゃなくてもね、なんか自分でこう理由考えてい、く努力をしたいところでありますね、というわけでもう一回ね、材料の全部または主要部分の提供者が誰かによって所有権の帰属が決せられることを原則とし、で例外則として、注文者が代金の支払いをしていたときは、まあ、注文者が所有権を取得することを論ずるべきことになるんだということになりますね。でこの例外則の理由書いてないから、ここをねやっぱ配点割合35もあるから、ここの例外則の理由もね考えて膨らましていかないといけないんですよね。これで終わらしにしちゃうとさすがにあっさり答案終わっちゃうのでね、ここね、なんでこの代金払うと今度逆の結論になるのかどうかね、原則請負人の帰属だ、でもお金払うと注文者の帰属になるってのはなんでなんだってことで、ちょっとこの配点割合35もあるんでね、なんとか頑張っていきたいんですよね。でそこでね、今度次の段落のところですけども、本文では、材料はその全部を請負人が調達して提供しており、本件事故時においてね、建物すでに完成しているが代金は8割が支払い済みであるという事情ですね、でそうすると、例外則の内容が今回の全額支払いがされてなくて、まあ、8割の支払いだから、その大半が支払い済みであればよいっていう場合ね、原則そのね、建物の所有権は請負人の方に帰属するんだけど、まあ、その大半の支払いが終えられているのであれば、まあ、例外的にね、注文者の方に帰属するんだという形で考えていくといいんじゃないかと。でその場合はその理由をちゃんと、ね、示していかないと35の配点にこう合わないくなってしまいますの でそれがこの次の段落でね、例外則の根拠については、でこれ皆さんがねどっちの方がやりやすいかなんですけど、大別して各丸は材料の定期の提供の実質に求める考え方と、丸い当事者の目次の合意に求める考え方で、おそらく受験生がね、まあ、民法のこう過去問とかに慣れてくると、結構契約の解釈っていう観点からね、当事者の法律関係決めるっていうのは結構思考方法慣れてると思うんですよ。ですのでおそらくこの丸いの方が多分こうね、日頃こう勉強してるかの考え方を応用してできるので、まあこちらの方ね、特にこうどっちか、取ったらいいかって分かんない方は、まあ丸いの方からこう攻められればね、まあそこそこのことが書けるんじゃないかと思いますね。この大半払ってたら、じゃあなんでその注文者の帰属になるのか、それは当事者の合意意思解釈で決まってるんだ、でその理由を説明してあげると、まあ、うまく、現場でなんとかなるんじゃないかというふうに思うんですね。でそこでこの、目次の合意どういうふうに言えばじゃあその解釈するのかって話なんですけども、それ今度次のページに飛んでいきます。ちょっと丸あのところは飛ばしてですね、丸いの方
ですね、まあ、これ十分現場でなんとかなるんじゃないかと思うんですけど、12ページの一番上見てください、上記丸いの考え方ね、まあ、とにかくなんでこう大半お金払ってたら注文者の帰属、例外的に注文者の帰属になるのか、それは当事者のとにかくもう合意で決まるんだね、そういう、丸いの考え方からは、例えばこんなふうに考えていくと、12ページの一番上ですが、受け入れ契約は注文者が仕事の結果に対して報酬を支払うものであるから、代金の全額が支払われた以上、仕事の結果である建物の所有権は注文者が取得するのが、まあ、両当事者の、まあ、合理的意思だと。全額払ってる場合こうやって言いやすいですよね、全額の場合ね、まあ、今回全額じゃなくて大半ってことになるんで、もうちょっと工夫しないといけないんですけど、まあ、どうでしょう、これどうです、まず全額の場合、これ分かりやすいですか。でこれ分かりやすいんだったらこれ応用して、じゃあ大半の場合もね、あのこういう風になるんだっての説明すればいいんですよね。だけどもう一回1行目これ全額の場合で、まあ、本件には直接使えないんですかね、とりあえずこれ分かりやすいかどうかっていうのをちょっと皆さんでチェックしてください。受け負い契約は注文者が仕事の結果に対して、報酬を支払うものであるから、代金の全額が支払われた以上ね、仕事の結果である建物の所有権は注文者が取得するというのが、もうそのね契約当事者ね、受け負い契約のその契約当事者の、まあ、合理的意思だっていうふうに、あの考えていくんですよね、まあ、考えられ、でこのような両当事者の、まあ、意思ですね、まあ、明示でその意思表示してなくてもね、まあ、目次のその意思表示で合意がされてたんだということで、まあ、推認しまして、目次の合意を基礎として、全額支払い済みの場合にはね、例外則を発動させるという見解ね、が導かれると。でこれは多分、まあ、分かりやすい考え方の一つなんじゃないかと思うんですよ。で今度そうすると、今回はまあ全額じゃなくて大半、まあ、8割払っていたという事案なので、じゃあその時にどういうふうに考えていくというのが、この次の、他方でという段落になります。で他方で、大半の支払いの段階でもね、全額とまでは言えなくても大半の支払いがされてればですね、注文者は建物を取得するために契約をしたのであるから、所有権を取得することができると考えね、受け人も報酬確保について懸念がなければ所有権を保持する利益がなく、所有権を注文者に取得させることに依存はないのが通常だと考えられると、まあ、これに考えると、このね両当事者のまあ意思からですね、こういった領土者の意思からその例外則を発動させてね、で注文者の方に所有権帰属させることができるんだということが書かれてますね。もちろんこういうふうに書けなくてもまあいいと思うんですけど、まあ、いずれにしろこの当事者の意思をまあ分析してね、まあ、大半今回8割がまあ支払われていた事案なんですけど、まあ、そういう状況であれば当事者の意思がねこういうふうになってたと思われるので、それで8割の支払いができてればね、その注文者の方に所有権が移転するんだって形で、まあ、なんとか現場でねひねり出せれば、まあ、なんとかその35取れるぐらいの、ね、分量をかけるんじゃないかというふうに思うんですよね。というわけで、問題文の事実関係が少ない にもかかわらず、まあ、配点割合が高いときは既存の覚えた論点貼り付けてるだけだと、まあ、答案の量が少なくなっちゃってね、配点だいぶ余らせてしまいますので、もったいないので、まあ、そこを膨らませるんだということで、まあ、日頃こう丸暗記している論証をですね、ちょっとなんか理由その場で膨らませられないかなってことを考えるとね、点数をね、その配点割合に見合った、まあ、点数がもらえるようになると思いますね。ちなみにですね、まあ、今日ちょっと時間の都合で、この後割愛なんですけど、設問2と設問3の方は、まあ、問題文、まあ、説明と比べたらまあちょっと長いんだけど、でもまあそんなに長いわけでもないんですよ。その代わり事実関係が非常にまあ複雑なんでね、あんまり実は細かい理論構成してると多分時間が足んなくなっちゃうからね、まあ、そういう意味で、まあ、事実関係がいろいろ複雑な時はね、まあ、そこはもう処理するので多分手一杯になっちゃうと思うから、まあ、本番の試験ではね、まあ、なんとかまあそつなく最後までこう処理が、ね、できるようにっていうところを意識してやってもらえればと思うんですよね。ただ説問1みたいな感じでね、まあ、大して難しい論点でもない上にその事実関係が大したその少ないという時はね、配点割合高い時はちょっと膨らませるような努力してやってもらえると、まあ、とにかく全体で6割取れればね、受かるわけですから、まあ、とにかくどうやって6割取るかっていうのをしっかり意識してね、で自分はここでやるんだって決めたら、そこ一生懸命やってもらえればっていうふうに思うんですよね。で今回設問1をまあそこそこ一生懸命頑張ってね、で設問2と設問3をそつなく、完璧に処理しなくてもいいからね、そつなくやってれば、まあ、全体で十分6割が取れたんじゃないかっていうことになると思いますね。さて、で今度商法の方いきましょう。商法はね、設問の形式はあんまりこうここ最近変わってないんだけども、ちょっと質がねここ 1,2 年のところで変わったような気がするんですよ。若干細かいことをね、司法試験でも出題されるようになってきましたね、若干細かいところね。でそういう点で見ると、まず出題の資料の22ページのところを開けておいていただいてですね、で今度問題文の冊子の方ね、もう一つの問題文の冊子の方は20ページのところを開けてください。でまずね、問題文の方ちょっとざっとね、配点割合確認します。問題文の冊子の20ページの一番上の1行目のところですね、まあ、全部で設問がね1から3までありまして、で配点割合は、まあ、30、50、20ということになってますね。でこのね、ちょっと面白いなと思うのは、ちなみに50のところは有名なねブルドックソース事件、新株薬券の無償割当ての差し止めで、まあ、受験生であれば誰しもがね抑えてる超重要判例、をですね、ちょっとこう事案少し変えた、まあ、ものが出てたんでね、まあ、ここは結構解きやすかったんじゃないかというふうに思うんですけど、この最初の設問1の
30、これちょっと変わった聞き方をしております。でちょっと問題文ざっと概要を読んでいきますとね、まず、問題文の縦位置のところで公社というのが登場します。で1行目でありますが、まあ、事務用品の製造販売等を目的としている会社だということですね。そして今度縦2のところの2行目に飛んでいきますけども、縦2の2行目で公社は大型倉庫を2つ所有しているが、そのうち P 県に所在する、まあ、倉庫、まあ、P 倉庫っていいか言いますけどね、公社はこの、ね、P 倉庫所有してるんですけど、それ2年前からほぼ使用されてなかったんですよ。で次の行の途中のところですが、まあ、近隣の不動産価格が上昇し、 P 倉庫の市場価格は、まあ、とりあえずねこの15億円になったということになりますね。15億円の倉庫、これをまあ全然使ってないという状況になってます。でそんな中で縦3のところなんですけど、このオツ社というのが登場してきます。でこれはね投資ファンドでありまして、2行目のところですね、後者が P 倉庫をはじめとする多くの有給資産を有しているため、これらを売却することにより剰余金の配当を増額すべきだなんだってことでね、まあ、このオツ社がね後者の株を買い取って株主の立場でまあこういう意見をまあ言うわけなんですよね。でそういう状況の中 で、でね、この縦4のところは後でちょっと読むとして、設問の結論部分見ていきましょう。設問1、まあ、そんな中でこのオツ社ね投資ファンドで今ね後者の株を買い集めているところですけども、そのオツ社は、平成30年1月後者の株主として株主総会において、株主総会の権限に属する一定の事項を提案することを検討していると。でこれ要はどういうことかというと、さっきのピースをこう売っ払えと売ってね上金配当を上げてくれっていう話なんですけども、まあ、そういうことをね提案することを検討しているわけです。で上記1から4までね、で4はちょっとまだ読んでないんですけどね、後者の定款の内容が書いてあるんですけど、ちょっとそこ後で読みますけど、まあ、上記1から4をまあ前提として、オツ社がそのために取ることができる会社法上の手段について、でここですね、ちょっと従来と変わった聞き方してますけど、後者の臨時株主総会を自ら、ね、招集する場合、このオツ社がその後者の株主として自ら臨時株主総会を招集する場合と、あと定款見るとね、6月にあの定時株主総会があるってことが分かるんですけど、まあ、6月の定時株主総会の開催にあたり株主提案権を行使する場合の、まあ、それぞれの、ね、手続きをまあ説明し、まあ、ここは条文引いて、ね、まあ、手続き説明してね、でそれを比較検討するってところがポイントですね。ここのところはまあ現場思考になりますね。おそらくそういう勉強をしてないんですよ、受験生事前にね、ですので、ここのところ比較検討ところ、ここで頭を使っていきますね。とりあえず条文探して2つの手続き説明、すると、まあ、一応このほら比較検討するまあ材料がね、揃いますので、そこから先が現場思考ということになってきますね。でその時、ここちょっとね問題は開けといてもらって、出題の詩を同時に見ていくんですけど、例えばですけど、この着眼点が3点書かれておりますね。22ページのところになります。こちらは今度出題の詩の冊子の方なんですけどね。で例えばですけど、一番分かりやすいのはね、この ③ だと思います。この時期の選択、ね、この時期の選択、これは臨時株主総会だったらほらすぐできるじゃないですか。でも定時株主総会待ってたら、さっき6月って書いてあったからね、6月まで待たなければいけませんよね。なんで、まあ、すぐこう、ね、土地をこの余らせてる15億円の土地、まあ、売ってね剰余金配当したいんだってことになったら、まあ、なるべく早くね臨時株主総会こう開いて、その自分の意向を実現した方がいいんじゃないかとかね、ただそんなことを、書けるんじゃないかと思いますね。というわけでここは気づいてほしいですね。やっぱこの現場でね、ここのところはね、この時期の選択っていうところはね、やっぱこの6月っていうのもやっぱりこうありますからね。であと一つ、また問題文の方をちょっと同時に見ていきますけど、問題文のね20ページの縦4、ここで定款、せっかく定款ついてるんで、これ絶対点数振られてるんですよ。ここのところを利用して比較検討をしたら、そこ点数振られてるはずだから、なんか利用できないのかなっていう目で見てください。この時ね、なんか資料ついてたら必ず配点されてますからね。論文試験ってね、白紙の答案を渡されて0点なわけなんですよね。でそこで問題文に、ね、こう合わせてね、答え書いていくことによってどんどん点数積み上げられてくるんで、まあ、ここで定款がついてる以上絶対こう点数振られてますんでね。でそこで例えばこの12条、これはほら定時株主総会が6月だってことを書いてあるから、まあ、時期の選択の時にこの定款12条を指摘してあげるといいと思います。そしてその他なんかこう見てね、なんか比較検討、要は定時株主総会待って、待つ方法と自分で臨時株主総会開く方法とで何かないのかって話になっていくんですけど、ちょっと難しいかもしれないですけどね、例えばこの14条ですね、14条で株主総会は取締役社長がこれを招集し議長になるってなってるじゃないですか。なんで通常、まあ、定時株主総会なんかだとね、この定款の規定が使われて、その社長がまあ議長になることが多いんですけど、これを特にちょっとこれ解釈論が必要になりますけど、株主の方がね、会社提案の議案ではなくて、株主の方でなんか議案を出したいんだと。でしかもその議案の内容が会社の意向と反するような場合で、今回そういう事案じゃないですか、ね、株主が会社の方は売りたくないと思ってて、まあ、会社の方はもう株主の方はね、それさっさと売っ払って剰余金配当しろと投資ファンドの方はね、まあ、言ってるわけなんで、まあ、会社の意向とこう反するような議案出そうとしてるんですよ。でそういう時に
じゃあそれでね、じゃあ臨時株主総会を株主自らまあ招集お願いしてやって、でこの定款の規定が使われて、で議長が会社の社長がやってたらさ、それはうまい具合に会社の都合のいいようにその臨時株主総会仕切られてしまいますよね。ですからそれに会社の利益とその株主提案の、ね、案がまあ相反しているときは、この定款の規定を使うべきではないんじゃないかというところが一つまあ問題になってくるわけですよね。で使うべきじゃないということをまあ言えば、まあ、これね、その議長はね、やっぱその総会の場でまあ多数決で誰がなるか決めるべきなんだとか、例えばそんな感じでね、やればいいんだとかって書いてくれると、一応比較検討になってくるんだということになりますね。だからこの場合だと定時株主総会だと、まあ会社の社長の方がまあ仕切っていっちゃうという点で、まあこの株主にはまあデメリットがありまして、逆にこの臨時株主総会という形で、まあ自らこう招集ね、していくと、この定款の規定は使うべきではないんだ、特にこうね、株主提案と会社の利益が相反するときはね、この定款の規定を使うべきではないんだということをちょっと一言まあ触れて、でまあ自らね、この仕切ること仕切る可能性が出てくるということで、臨時株主総会の方がこの人にとって有利なんだよって形で、まあちょっとこうやっていくといいのかもしれませんね。まあ、いずれにしろこうね、条文を上げるところまでは、まあ受験生多くの人はできると思いますので、あとは現場志向でね、なんとかで定款がついてるんで、そこのところをヒントにね、ちょっとでもこううまく点数稼げないのかなって形で、まあちょっと貪欲に問題文に食らいついてついていくような感じだといいんじゃないかと思いますね。でこういう時にね、まあ、ぜひ柔軟にね、まあ、基本的には最近の論文試験ってね、やっぱりこう問題文と六法なんですよ。六法と、まあ、問題文で六法をちゃんと見て条文、まあ、見てってね、でこの条文使えるかなとかね、あるいはなんかこの条文そのまま使うとちょっとおかしいかなとか、そういうところ条文から全部発見していってね、条文から何でも考えるようにまあしてってほしいんですね。でその時そういう視点でいると、まあ、逆に今までさ、本でこう勉強していないようなことが出てきたんだとしても、じゃあ今までやったことがないから、じゃあそれ答案に書かないんだっていう、そういう消極的な選択しないんですよ。まあ、基本的にはね、条文ともうこの問題文からやっていくんだっていうことを覚悟決めてると、まあ、当然そのね、問題文に食らいついてって、じゃあこの条文から考えたら、趣旨から考えたらどうなるかとか、結構柔軟に考えられるはずなんですよね。でもまあそういう視点じゃなくて、まあ、もうその条文をあんまりこう意識しないで、普段からね、まあ、なんか論点を書くんだっていう意識しかないような人は、自分がこう知らない問題出た時にやっぱ思考が停止しちゃってね、まあ、そもそも思考しようっていう多分発想にもならないと思うんですけど、まあ、そういう形になっちゃうと、なかなかね、最近の試験受かりにくくなってますので、まあ、ぜひ、こうね、条文と問題文だけでも勝負するんだっていう気持ちでね、まあ、条文大事に、まあ、してもらってね、で常にこう趣旨からこう考えていってもらえるといいかなと思いますね。で、まあ、心配しないでほしいんですけど、出題の趣旨とかね、後で出る採点時間とかは結構レベル高いことを書いてあるんですけど、本番のその、ね、試験時間内にそんな完璧な答案書ける人は誰もいないから心配しないでください。結局その中でなんとか現場でね、6割ぐらいのものを書ければ十分本番では合格できますのでね、まあ、その代わり普段の学習の時はね、その科目の、まあ、法的思考能力とか基本知識を磨くためにね、ちゃんと勉強しなければいけないんですけど、本番の試験ではそんな完璧なものを書かなくても十分合格できるので、そこは心配しないでね、もう前向きにどんどん勉強を、ね、していってもらえればと思いますね。やった人から順番に受かる試験ですからね、まあ、あまり心配しないでください。まあ、努力をするというのは大事ですけどね。というわけでね、なるべくこう、このね、見たことない問題が出ても頭使って考えるっていうことをね、意識していただければと思います。さて、じゃあ、次回の都合でね、今度民訴法の方に入っていこうと思いますね。で民訴法に関してはまあこちらですけども、まあ、問題文と両方ちょっといきましょうか。問題文はですね、26ページになりますね。問題文の冊子は26ページになります。そして、解説冊子の方はですね、こちらが28ページですね。ちょっと紛らわしくてすいませんね、ページ近いですけどね、冊子違うので、混同しないようにしてください。まあ、解説の方は28ページということになります。さて、でですね、民訴法に関しましては、こちら、配点割合まず問題文の方で確認しておきましょう。26ページの一番上のところですけど、まあ、全部で設問1から、まあ、3まで、ありまして、で35、40、25ということになってます。で今回の問題の特徴はですね、この35の設問1のところが、まあ、管轄のところからね、真正面から出たということになるんですよね。でここでね、まあ、過去問をちょっとこう分析していて、この問題だけじゃなくて、その前の年までのね、過去問をちょっと分析していて思ったのは、これ思いっきり管轄メインで出てるんですけど、実は前の年の平成30年に管轄メインじゃなくて、別に管轄のことを論じることは求められていなかったんですけど、問題文の中に結構いろいろ管轄のことが書いてあったんですよ。だからある意味それがちょっと予告だったのかなと。まあ、本来ね、管轄ってやっぱ実務ではすごく大事なんですよね。どこの裁判所でその訴えで、その訴訟ができるのかってさ、やっぱ遠くの裁判所に行くの嫌ですから、誰でもね、お金も時間もかかっちゃうから嫌ですから、なるべく自分の近い裁判所でやりたいわけなんですよ。でそうすると実務ではね、本当に管轄ってものすごく大事なんですよね。この事件どこの裁判所でできるかと、本当にまあ大事なんで、そこで今まで司法試験の論文試験では出したことがなかったんですけど、まあ、平成30年ね、前の年の司法試験の問題では、まあ、そこメイン論点ではなかったんだけど、わりかし詳しくね、その管轄に関する事情が書いてあったんですよ。
なんで、まあ、そこでおそらくね、まあ、今後管轄のことも大事だから、まあ、聞いていくよってことね、おそらく予告してで、それで出したんだというふうに思うんですよね。というわけで、まあ、ここで一つ学んだことは、やっぱりこう過去問は大事だということですね。まあ、一番良くないのはさ、前の年の問題なんか絶対出るわけないと思って、それをやんないっていうのはまあ絶対ダメでね、やっぱりその前の年の問題でやっぱ質とか、まあ、そういうね、特に質を測るというのは大事なんだと思うんですよ。さっきみたいに、あ、商法とか、あ、ね、こういうちょっと変わったことを聞いて現場思考を求めていくんだなとかさ、民法の設問1なんかだったら、さっきのだったらさ、問題文の事実関係あんな短い中配点割合35みたいなの出していくんだって、これそういうどういう意図なんだろうとか、そういうのをね、過去問のところで学んでいくんですよね。でまたそれで今度皆さんが今度受ける試験がね、同じような感じになってたら、まあ、そこを思い出してさ、まあ、その前にちょっと気をつけたことをさ、答案に出してあげれば、それでそういうことを全く意識してない人と比べたらいい点数取れるはずなんですよね。それでそんな感じでなんとか6割取っていくって感じになると思います。で過去問でこうなんか話題が出てきたら、そこ中心論点じゃなくてもちょっとそこのところを勉強した方がいいのかなっていうふうにちょっと思いましたね。ここのところね、まあ、今回この管轄が思いっきり出たってのはちょっと前の年の平成30年でちょっとジャブが出てたんでね、まあ、予告みたいな感じで出てたんで、まあ、過去問しっかりやっておくといいのかなっていうふうには思いましたね。で同時にこう過去問事実関係出てくるところね、メイン論点じゃなくても、まあ、一応意味が分かりづらいところがあったら、そこは基本のインプットのテキストを書いてね、意味を調べていくというのは大事なのかと思いました。で今度ね、じゃあその管轄が出た時にやっぱりさすが論文試験だと思うのは、単にね知識を書けばいいっていう問題ではなくて、やっぱひねりを入れてくるんですよ。なのでこの過去問で学んでほしいのは、やっぱり論文試験でただ覚えてることを書けばいいんじゃなくて、頭使わなければいけないんだ。さっき の会社法の、あ、商法のね、説問1もまあそうですけど、そのまま、まあ、覚えたことを書いたりとか条文そのまま書けばいいっていうんじゃなくて、やっぱその事案の特殊性に合わせてちょっと頭を使わなければいけない、そういう発想をね持ってほしいんですよ。でそこでですね、この問題文のところとね、これちょっと自然の下先に見ちゃった方が分かりやすいと思うんで、趣旨をちょっと見ていきますね。28ページのところをご覧ください。28ページのところです。でこちらですね、専属管轄の話、専属的合意の話なんですけどもね、合意管轄の一つね。で28ページの2つ目のブロックのところを見てもらいたいんですけども、設問1の課題括弧1はね、まずっていう段落ですね、2つ目のブロックのところです、28ページですね。取材の趣旨のところで、見ていくと、まず設問1の課題括弧1は管轄合意の解釈のあり方を、まあ、問うものだと。で、本件の定めのような管轄合意、まあ、合意管轄が、ね、あったんですね。管轄の合意、まあ、合意管轄と言いますけど、それがあったんですが、特定の裁判所を管轄裁判所から排除する専属的管轄合意と、特定の裁判所を管轄裁判所に付け加える、ね、まあ、付加的管轄合意があるんだと。でよく皆さんもなんか大きい会社となんか契約するときに約款みたいので、まあ、あまり自分で契約の内容を、ね、こう選べずに強制的に契約の内容をほらこう強制されるときがあるじゃないですか。ある種の契約しようとしたときに、でそういうときに約款の大体後ろの方に、ね、こういう合意管轄の条項ってあるのがあるんですよ。このことに関してなんかこう、まあ、訴訟を起こすときはもうこの裁判所でやるってことで、その大きな会社に有利な裁判所が設定されちゃってるんですよね、まあ、多くの場合そんな感じで、この事案もそんな感じなんですよ。車のまあ売買が、まあ、あったんですけど、その個人のまあユーザーと、ね、その車売ってる方との間のまあこの争いなわけなんですけど、まあ、その契約書の方にね、車の売ってる方の会社の方に有利になるようなまあ管轄条項があったんですけれども、それ使っちゃうとね、そのお客さんの方、個人の方のお客さんは600キロも離れた裁判所に行かなければいけなくなっちゃうのね。それに対してこちらのお店の方はまあ別に全国にこう支店がいろいろあるわけなんで、まあ、別にそのお客さんの所在する裁判所のところで別に事件やってもそんなに不都合がないんだけどね。でまあそれでもまあこの専属管轄があるんだからってことで、こだわって600キロ離れたね裁判所でまあやれるのかどうかっていうところですね。でそんな中で今回その個人のユーザーの方が会社の方を訴え提起したんですよ。でその時個人のユーザーの方はその管轄の、ね、合意をまあ無視して自分の有利な裁判所のところで訴え提起しました。したらその車を、ね、売ってるお店の方が、いやこれ管轄の合意に反するんだっていうことをまあ言ってくるんですけど、その時にその管轄の合意の法的性質が今ここで2つ出てきましたけど、太字にしときましたけど、専属的管轄合意っていうふうに解釈できる場合と、付加的管轄合意っていうふうに解釈できる場合とがあって、でもし仮に付加的管轄合意だっていうふうに解釈できる場合は、それお客さんの方の裁判所でやってもいいことになるんですよね。一応まあその管轄の合意があるけど、それ別に付け加えられただけだ、本来のその元々ある管轄にね付け加えられただけだってことになるんで、お客さんのところでできることになります。でもそれが逆にこのもう一つのね、この専属的管轄合意だっていうふうに解釈されてしまうと、そのね他の管轄がもう全部排除されてしまってね、その合意通りの管轄でしかできなくなっちゃうんで、お客さんに不利になっちゃうんですよね。でそこで今回先にお客さんが、まあ、自分に有利な裁判所、管轄の合意に反してね、自分の有利な、裁判所にまあ訴え提起を
増してたら、まあ、向こうがそれが専属的管轄合意に反するということを言ってるんで、これがなんとかね、まずは付加的管轄合意なんだということを言っていく必要が出てくるんですよ。でその話がこの2段落目に書いてあります。でそこでね、このような論拠としてはっていう段落のところですが、2つ目のブロックの2段落目ですね。でどうですかこれ、説得力ありますかね。このような論拠としては Y が本件定めを、あでこれ当然知識としてないですからね、あの現場で考えることね、こういうあのだからこういう思考ができるようにしてほしいんですよ、ってか意識を持ってほしいのね、こういうことを考えていかなければいけないんだなってことね。単に管轄を知識聞いてるだけじゃなくてね、考えさせてるんですよ、論文試験なんでね。でそこどうですかこれ、その論拠としては Y が本件定めを作成するにあたりね、 Y ってのはあのこれ管轄合意作ってる 車屋さんの方になります。Y が本件定めを作成するにあたり、本件定めが専属的管轄合意であることを明記し得たのにしていないのであるからね、専属的管轄合意と理解するのが合理的であるとは言えないこととか、まあ、とにかくね、その個人のユーザーの立場で頑張って反論するんですよ、ここのところをね。車屋さんの方は専属的だって言ってるからね、そこを頑張って現場思考で反論するんですよね。あともう一つはね、これちょっと難しいんじゃないかと思うんですけど、本件定めは Y 側からですね、まあ、今回の X さん個人のユーザーの方からまあ訴え提起してるんですけど、仮に Y 側車屋さんの方からまあ提起する債務不存在確認の訴えなど、これ結構難しいこと書いてありますからね、仮にそのね、車屋さん Y 側から提起する債務不存在確認の訴えなど B 地方裁判所の法定管轄に属しない場合にもね、B 地方裁判所が管轄裁判所、 B 地方裁判所っていうのはあの車屋さんの方のね有利な管轄なんですけど、債務存在確認の訴えなど、その車屋さんの方に、ね近い裁判所に属しない場合にもですね、その車屋さんの管轄になることを基礎づける、まあ、ものでありね、これは付加的管轄合意と解釈することに合理性がないとは言えないことってことになってるんだけど、これ簡単に言うとあの車屋さんの方から債務存在確認を訴える場合 の通常の法定管轄っていうのがじゃあどうなるのかって話なんですけれども、あの管轄これちょっと知識が必要になりますけど、基本あの普通裁判席被告のまあ住所紙なんですよ、被告の住所紙なので、車屋さんの方から債務存在確認を訴えを起こした場合はこれ被告ってあの個人のユーザーになりますからね、債務存在確認って形で車屋さんの方が原告になった場合っていうのは被告の方が個人のユーザーの方になるから、この債務存在確認って形で車屋さんの方が主導的に訴え提起した場合は車屋さんの有利な裁判所はまずできないだろうと、普通裁判席考えたときにその被告であるお客さんの方をね、債務存在確認訴訟っていうのが形でやったときはお客さんの方がそこがまず管轄審なんだと。あともう一つね、あの特別裁判席の一つであの義務履行地というのもその管轄もらえることになるんですよ。でその時一言で言うと要は債権者の住所紙ってことなんですよね、義務履行地、まあ、債権者のまあ住所紙になってきます、金銭債権の場合はね。でそういう点で考えたときに債務不存在確認訴訟って形であの起こした場合の特殊性なんですけど、この場合って債権者どっちになりますっていうと、まあ、存在確認訴訟だから当然お客さんの X さんの方が債権者になるじゃないですか。それでやっぱりその債務不存在確認訴訟って形であの車屋さんがお客さんを被告にした場合って普通裁判席もお客さんのところに管轄ができるし、特別裁判席の義務履行地もお客さんのところに、管轄ができるんですよ。なのでそういうことと対比するともともと車屋さんは自分の有利なところで裁判できないんだよと、こういうこととね、こういうこととね、まあ、利益考慮をすると、まあ、今回この車屋さんの方の有利なね専属的な合意だっていうふうに捉えるのはちょっと無理があるんじゃないか、合理性がないんじゃないか、まあ、そういう多分ことを書いてあると思うんですけど、これは難しいですよね。というわけで多分現場では多分無理だと思いますよ、これはさすがにね。まあなのであまり気にしなくてもまあいいんですけど、まあ、上のところね、が一つ、その最初のところをご紹介したようなところですけど、まあ、そういうところからなんかね、それ以外のことでもいいんですけど、まあ、なんとか頑張ってね、これが専属的じゃないんだ、だから結局当事者の意思解釈するんですよね、当事者の合理的意思です、その意思の解釈ってことになりますんで、そこのところからなんとか付加的合意だってことを言っていくといいと思いますね。なんでこの通り真似しなくていいですからね、これはもう現場で考えることだからね、これほんの一例ですよ、ここに書かれてることはね、なんとか頑張って付加的なんだって、専属じゃなくてね、付加的なんだって当事者の意思を頑張って解釈してね、まあ、これもちろんその個人のユーザーの方に有利に解釈していかなければいけないんですけど、まあ、そういうことをやっていきます。でこの後ね、課題の括弧には次のブロックのところになるんですけど、こちらはね一つ前提がありまして、もうねこれがもう専属的な合意ってもう決まったことが前提になります。つまりもう車屋さんの有利な裁判所の方でね、もうやらなければいけない、そういう専属的な合意だっていうことを前提にあのしていきます。でそれでですねちょっと読んでいきますね。次に、というブロックですけども、最後のブロックです、次に設問1課題括弧には、本件定めを専属的管轄合意と解釈することを前提としてもですね、でそうすると
まあ、今それにもかかわらずね、その専属的な管轄ではない、あのお客さんに有利な、個人のユーザーに有利な裁判所に今事件が継続していることになっているから、あの管轄違いの、ね、移送ですね、それを車屋さんの方がまあ申し立ててくるわけですよ。そんな600キロも離れた、ね、裁判所行かないで自分 の, この合意したところでもやりたいんだってことで、その、ね、お客さんの方が勝手にまあ自分に有利な、まあ、裁判所に訴え提起しちゃったから、そこでその管轄違いのまあ移送を、ね、そこをまあ申し立てているという状況になってます。だけどそれをすべきではないという立論求められてるんですよ、受験生にね。だからここもやっぱかなり頭使うことになります。本にあまり書いてないです、やっぱこういうところはね。なんで、まあ、ちょっと話まとめると、とりあえずもう専属的な合意だってことが前提になってきます。にもかかわらずその合意に反してね、お客さんに有利な裁判所に今訴訟が継続してますから、管轄違いの訴えがされてることになるんですよ。でそこで、まあ、その車屋さんの方としては管轄違いの移送の申し立て、まあ、民事訴訟法の16条の1項に基づいてね、その管轄違いの移送の申し立てをまあするわけなんだけど、でもお客さんの立場で、まあ、皆さんに立論が求められてるんですけども、移送すべきではないということね、それを求められてます。というわけで、まあ、管轄のところはね、一発目でいきなり出たんだけど、まあ、条文書いてそのまま済まないのでこう出てるんですよね。というわけで頭を使わなければいけないということになってきます。そこでこういう問題に対処するためには、やっぱ元からね、論文試験で頭使わなければいけない問題しか出ないんだってことをちゃんと覚悟した上で、で条文そのまま使ってやっぱうまく処理できないからね、なんとかこう条文の趣旨考えてうまく処理できないのかっていう、そういうあの発想を持つってことが大事なんですよね。とにかくそのままではこう処理できない問題がもう論文で出るんだ、そこを覚悟しておいてください。なのでそういう時どうするかって言ったら、もうそれはもうみんな平等に、多分知らないと思います、もう全受験生が分かんないんですよ、最初から知識がないから。であとはじゃあどうしたらいいかって言ったら、条文に食らいついて趣旨からね考えていくんだってことになってきますね。でそこで一つ考えの参考になるのが、この最後のブロックの2段落目のところですけども、まあ、このような立論ね、つまり、もう本来管轄違いになっちゃってるんで、管轄違いの理想を今申し立てられてる段階なんだけどね、にもかかわらずその管轄違いの理想をすべきじゃないっていうより立論するにはどうしたらいいかっていうとね、そのこのような立論としては、仮に B 地裁ね、 B 地裁ってのは車屋さんの方に有利な裁判所です。個人のお客さんからすると600キロも離れた裁判所なんですけども、仮に、その車屋さんに有利な、ね、B 地裁に本件訴訟が継続したとしても、 B 地裁がで A 地裁ってのはお客さん、個人のお客さんに有利な地元の裁判所になりますけども、そのお客さんに有利な A 地裁にですね、17条っていうのはね、これもまた移送の条文でありまして、今上に出てた16条1項はね、管轄違いの移送、事件が管轄違いの、ね、こう訴え提起されたときに、その管轄裁判所にこう移送するのが、まあ16条1項なんですけど、17条の移送っていうのは、まあ、いわゆる当事者の公平ですね、当事者の公平を図るためのまあ移送でありまして、下級審の裁判例だとね、あの消費者金融ってほら支店がたくさんあるじゃないですか。で消費者金融って大体あの約款でね、あのまあ管轄裁判所決めてるんですよ、専属的な合意管轄が。でもそんな中で個人のユーザーがね、例えばその消費者金融の方と訴えをねこうやろうとしたときに、まあ、例えばこうものすごく距離が離れちゃってる、何百キロも離れちゃってるっていうときに、そこのところね、専属的な合意管轄があるからといってそのままやらせちゃうと、すごいかわいそうなことになっちゃうんですよね。消費者金融の方は資金力もまああって、で各全国いろんなところに支店があると、それに対して個人の方はさ、まあ、お金借りて消費者金融相手にしてるぐらいだから、まあ、お金借りてる人ですからお金ないんですよ。そんな中で当事者、遠くの裁判所に行くのってのは大変になってくるから、そこで当事者の公平というところを考えてきます。でその公平というのはもちろんそういう、ね、資金力とかそういうところだけじゃなくて、もちろんその証人尋問、するときにじゃあ誰呼ぶのか、でそういうとき当然やっぱりその、ね、お客さん自身が当然ね、当事者本人としてまあ出て尋問されたりとかすることになるから、まあ、そういう証拠の、まあ、所在地とかね、そういうところも加味して、じゃあ当事者の公平考えてですね、まあ、その一番公平にかなう裁判所にまあ移送すべきだっていうのがまあ17条になってきますね。ただ、まあ、ただしね、訴訟手続き著しく遅滞させてしまうようなときは、まあ、遅延させてしまうようなときはね、できないんですけども、まあ、いずれにしろその当事者の公平測るっていうこの17条のまあ移送があります。でそれを事前にまあ知識入れてることが前提なんですけども、じゃあそれ入ってることにちょっと読んでいきますね。もう一回一番上、このような立論、つまり管轄違いの裁判所に今訴え提起されているような状況で、管轄違いの移送されているんですけどね、でもそれをするべきではないそういう立論をするとしてはですね、仮に B 地裁、まあ、車屋さんに有利な B 地裁に本件訴訟が継続したとしてもね、車屋さんに有利な B 地裁が A 地方裁判所、個人に有利な A 地方裁判所に法17条に基づく移送するための要件を満たす場合には、 A 地方裁判所として移送せず自重処理をすることが認められるんだ。これ条文に書いてないんですよ、これ勝手に考えてますから。こんな感じで、もし仮に最初からこの
管轄市外の方の、まあ、裁判所が訴え提起されたとしても、どうせ17条で移送されるだろうって話なんだけど、まあ、実際に移送をせずにそのままあの管轄市外の裁判所に残すんだって話なんですよね。仮に違う裁判所に訴え提起されたとしても17条で移送される余地がある。でも本件はそもそもその移送しないで当事者の公平考えて最初から最初に訴えられた裁判所で裁判できるべきだっていうふうにあの考えていくんだって話なんですよ。でこの時あの要件は、ね、そのまま使えるんだと思います。当事者の公平っていうところと訴訟手続きをやっぱ著しくあの遅滞させないっていうところね、そこの要件のところが使えるってことになると趣旨が妥当するってことで、だから実際移送はしないんだけどそのまま、まあ、移送される手間をまあ考えてね、移送をしないままその裁判所で管轄は違う裁判所なんですけど、まあ、実際に移送はしてないんだけど17条の要件を満たすからね、そのままその裁判所で、結果的にだからその移送されたのと同じという形でね、もともと管轄裁判所に、まあ、専属的な管轄の裁判所に提起された場合でもどうせ17条でお客さんに有利な裁判所に、まあ、どうせなってたんだろうということで考えてですね、であれば、まあ、最初からまあ今回は移送はしてないけど、まあ、結果的に同じように合わせましょうということでお客さんの有利の裁判所でできるんだって形で考えていくんですよね。これも現場思考になりますね。ここのところもね、非常にこうね条文そのままだと処理できないんですけどね。簡単にまとめましょうか。あの、まあ、17条の移送っていうのは、まあ、本当に裁判所のこう管轄動かすための、まあ、手続きになります。移送というぐらいだからね。じゃあ今回はその移送を本当にしていいのかっていうと移送しちゃまずいんですよね。あのもうお客さん自分に有利な裁判所に訴え提起してるじゃないですか。だから移送されたら困るんですよ。その裁判所でなんとか、まあ、やりたいわけなんですね。でそれを基礎づけるためにじゃあどういう理論構成するかっていうとそれがややこしいんですけど、仮にってことで、まあ、仮定が入りますけどね、仮にその専属的な合意の管轄の裁判所にまあ訴え提起されたとしても、つまり本件でいうとその会社の方に有利な裁判所に訴え提起がされたとしても、まあ、600件も離れてさ、しかも個人のユーザーだからかわいそうじゃないですか。なのでどうせ17条の移送で お客さんの有利な裁判所になってただろうとそういうふうに考えていくんですよ。でも本件は実際そういうふうになってないんだけど、結果的にその当事者の公平とかね、17条のまあ要件の当事者の公平とか、まあ、訴訟手続きが著しく別に期待するわけじゃない。どうせ証拠関係とか変わんないからね、別に裁判所変えたところで、なんか訴訟手続き遅れるわけでもないんだろうということで、まあ、17条の趣旨が妥当するんだってことでね、そこでまあある意味類推適用、まあ、あの出題の市の方には法律構成までは具体的に書かれてないんですけど、まあ、その17条の趣旨が妥当するんだってことで、まあ、17条を例えば類推適用してその、ね、今このお客さんの有利なこの裁判所のまま訴えができるんだって形でやるのがまあ一つの考え方かもしれませんね、まあ、そんな感じのところです。だけどここで学んでおいてもらいたいのは、まあ管轄のところね、初めて出た割には結構まあ大変な感じはするんですけど、やっぱさすが論文試験だと、担当試験とは違ってね、やっぱこう頭を使っていかないといけない、そういう問題しか出ないんですよ、結局論文試験はね。だからあとはもうここはみんな知らないんです。ここのところおそらく事前に準備していた人はいないと思いますからね。だからあとは条文からなんとか考える、そのね、その根性をどんだけ見せるかなんだと、だからその意識を持っておいてくださいね。なんかこう皆さんが知らないことが出たときはそれはもうみんな知らない可能性が高いですからね、知らないと思ってください。であとはもう条文に即して頑張った人がその頑張った程度に応じて点数もらってで順番に受かっていくはずなので、まあ、そういうのがまあ論文試験なんだというふうにあの思ってもらえればというふうに思うんですよね。まあ、時間の都合で後のところは割愛しますけどね、まあ、設問にはあの裁判上の自白というまあ典型的な話ですけど、まあ、事案に即して結構やろうとするとね、事案分析結構緻密に要求されます。で設問さんはあの文書提出命令で、これはあの前の年にも出てるんですけどね、文書提出命令、まあ、論点ちょっとずらしてますけど、まあ、文書提出命令というわりかしこの狭いところから連続してあの司法試験のね論文試験で出してきました。まあ、そういう点でちょっとこうね 3,4 年前以前の司法試験の民訴と比べるとね、ちょっと細かいところがこう出るようになったかなと、管轄とかね、あと文書提出命令とか、まあ、そういうところでね、まあ、従来その 3,4 年以前の、まあ、前以上平成18年から新しい司法試験始まってますけど、その 3,4 年ぐらい前のまではね、わりかし典型的な論点ばっかり出てたんですけど、まあ、最近はそうでもなくなったと、まあ、典型的な論点もね、説問の中の入れてくるんですけど、そうでもないようなものも入れるようになりましたので、まあ、くまなくね、あの大事な手続き的なところも深めて勉強していくといいんじゃないかなというふうには思いますね。まあ、矢島 の促進プト講座の方でもやってますけどね、まあ、その他いろいろ皆さん各自あのこう自分の、ね、まあ、講座を取ってもいいし取らなくてもいいですけど、うまくねくまなくやっておいても、もらえればと思います。さてじゃあ今度刑法ですね。刑法に関しましては、まあ、昨年の平成30年からやっぱりすごく傾向変わったんですよ。従来の刑法の試験っていうのはその、ね、法規範の意味が全く分かってない人でももうその規範、例えば
方程的符号説とかさ、まあ、その他いろいろ各いろんな論点のところで、まあこうね、学説あるじゃないですか、考え方が。それを丸暗記してですね、であとは問題文読んで、あこれはこの論点が問題だなってなったら、自動的にね覚えたその規範を吐き出して、でその規範の意味わかんないけど、まあ、ある意味算数とか数学の公式にね数字をカチカチに当てはめて自動的に答えを出すかのような感じで答え出してればね、なんとか答えになったんですけど、平成30年からね、やっぱその法規範のところの意味がちゃんと分かってんのかどうかっていうことをね試すようなあの問題になってきました。なのでちょっと勉強するときにね、あのこう今まで論証集なんかを丸暗記したようなあの人はそういう勉強ちょっとやめてね、もともとその規範、これがどういう理由でそういう規範になってんだろうってことを考えなければいけないんですね。まあもともと価値判断っていうのがあるんですよね。例えばあの、まあ、典型的な分かりやすい例で言うとさ、あの事実の錯誤のところで、あの抽象的法、あ、まあ、あまり細かい話するとあれか、まあ、法定的符号説とあの具体的符号説っていうのがあるじゃないですか。でそこっていうのは、まあ、例えばね、こうあの特に方法の錯誤の時に思いっきり差が、まあ、出ちゃいますけど、当事者がその行為者が意図してないような結果にこうね、対象に対して結果が発生したときに、法定的符号説からだったら、例えば殺人とか傷害だったらさ、まあ、およそまあ人を殺すつもり、あるいは傷つけるつもりで攻撃して、その結果発生させてるんだからね、だから故意阻却しないというふうに考えたりとか、あるいはその具体的符号説だったらね、やっぱその意図してない客体にこう結果が生じた場合は、そのやっぱり故意責任貸し得ないんだって形でやっていくんですけど、まずね、そこ丸暗記するところからあのこう今までやってたんだけど、そうじゃなくて価値判断なんですよね。まずそこをどう考えるべきなのか、でその価値判断をどう説明していくのかってところで、そこで初めてあの理論構成っていうのが出てくるんですけど、そういう思考で、ね、勉強していかなければいけなくなったんですよ。でその思考ができると、あのおそらく、ね、この今後 この最近の、ね、平成30年とか令和元年の司法試験の問題、多分いろんなその手を変え品を変え、ね、いろんなあの今聞き方してるんだと思うんですけど、そういうことが本当に分かってるかどうかってことを試すために、ね、パターン化しないように、パターン化されないように、ね、出題者の方も工夫してるんですけど、どんな形式になったとしてもあの対応できるはずなんですよね。なのでまず価値判断、こういう例えば事実の錯誤の事案だったらね、まあ、これどうすべきなのか、故意を阻却すべきなのか、すべきではないのか、その価値判断、まず自分でもって、でその価値判断をどう理論的に説明するかっていうところね、そういう思考で、まあ、していくといいんですよね。でそうすると多分あの初めて見る問題でも今ね、いろんな聞き方を工夫して、あの要はパターン化されないように試験考査員もね頑張ってるような感じがするんですけども、まあ、どんな問題になってもね対応できるというふうに思いますね。でそういう点でね、まず設問1のところなんですけど、まあ、今日ねあの設問ちょっと2のところをね、あの少し今後の皆さんのために説明しようと思ってるんですけど、まあ、その前提として33ページのところですね、自然の死の方、すいません、自然の死のところをちょっと見ていきます。33ページの2つ目のブロックです。設問1、これはね、あの、まあ、キャッシュカードをあのなんか騙し取っちゃおうとこう、ね、思って行為に出てる事件なんですけど、それが窃盗なのか詐欺なのか、そこのところの区別をね、まあ、事実認定含めて、まあ、詳細に検討させる問題でありました。でこういう問題はね、あの昨年で言うとやっぱり設問3つ、あの今回の問題と同じように昨年の司法試験も設問3つだったんだけど、設問1がやっぱこんな感じだったんですよね。構成要件要素の、まあ、当てはめ一つ一つがちゃんときちんと丁寧に、まあ、できるかどうかっていう観点からこう力を試すようなあの問題が出てたんですけども、まあ、そういう点ではこの令和元年の問題も、まあ、似てるのかなっていうふうに思いましたね。じゃあここで皆さんにまあちょっと問題なんですけども、こういう問題に対応するためには日頃、まあ、どういう勉強をしてればいいのかということで、何かこうちょっとこう思いつくことありますかね。まあ、実際には自分で考えないといけないと思うんですけどね、あの受験対策するためにね。で、まあ、一つ私が思うのは、やっぱこの刑法の勉強するにあたって、刑法これ各論の問題なんですけど、各論の構成要件要素の意味をちゃんと一つ一つね、まあ、正確に理解をしておくということがまあ大事になるんだと思います。もちろんその時に細かいね、あの罪 の、まあ、構成要件要素まであのそんな細あのしっかり抑えてたら、あこれって1年後の試験に間に合わなくなっちゃうからね、半年後の試験とか間に合わなくなっちゃうから、まあ、本当に特に大事なね、あのこう罪名に関しては構成要件をしっかりとね、特に財産犯とかね、そういうすごく大事な罪が多いですけど、まあ、構成要件要素を一個一個丁寧にまあ押さえておくっていうのが大事なのかなっていうふうに思いますね。まあ、ちなみに昨年は名誉毀損罪だったんですけどもね、まあそんな感じで、まあ誰しもが一応こうなんか聞いてピンとくるようなあの罪名であればね、まあインプットの段階でちゃんと構成要件要素を正確にね押さえておけば、あとはねその段階でもまずみんな平等ですよね。その準備をしてる段階でまあ平等になると思うんですけど、あとは現場思考になるんだと思いますね。問題文のまあ事案とかね、事実関係とか、あとその誘導にまあ即してどんだけ暗いその問題に食らいついていけるかによって差が出てくると思います。ただおそらくその日頃のインプットの段階でまだ平等になるかどうかというと、なかなか平等のところまで行き着かないのかとは思うんですけどね、ちゃんとそのやっぱ努力してないとね、そもそも一つ一つ の構成要件要素を正確に理解するってことはできませんから、まあ、まずそこができるかどうかなんでしょうね。というわけでまずそこを目指してください。日頃のインプット、こういう新しい問題に対応するためにはね、今までちょっと雑になんか適当に覚えてたっていう感じの勉強の仕方が通用しなくなってますので、まあ、ちゃんとこの重要な罪名に関してはインプットの段階でまあ構成要件要素の意味をしっかりとね理解をしておくと、まあ、今回あの例えば詐欺罪のね構成
政要件を欺く行為とかさ、その処分行為っていうのがどんなものなのかとかね、そういうところをきちんとこう理解していかないとね、詳細に当てはめできないんですよね。なのでそういうところをちゃんとしっかりやっていってもらえれば、こういう設問1型の問題、まあ、去年のね、昨年の平成30年の司法試験の設問1とか、この令和元年のね、この設問1みたいな感じで、このね、格論のところを丁寧に聞いてくる問題には対応できるようになると思いますね。そしてですね、最近の司法試験ね、またちょっとこうやらしいのが、こういう一個一個の構成要件要素を丁寧に検討させる問題のほかに、理論的な理論構成のところがちゃんと考えられるかどうかという問題も出すようになったんですよ、昨年の30年から。でこの令和元年も、同じようにそういう問題が出ました。そこで、出題の紙は35ページ設問2のところを開けておいてください。そして、ここはね、開けたままね、今度問題文の冊子の方なんですけれども、別冊子のね、問題文の方ですけれども、ちょっと問題文を見てみましょう。こういう聞き方をしてますね。理論構成、誰しもが知ってる論点なんだけど、そこをね、掘り下げて理論構成を聞いてくるんですよね。理論構成をね、だから論破を丸暗記してても、もう通用しない感じになっちゃったんですけど、そこでね、この問題文の32ページのところになります。でこれね、事後強盗の、まあ、事案なんですけど、まあ先にね、窃盗未遂をした人がいて、で後からね、まあ、共謀してその人にまあ加わって、で事後強盗のまあ目的を持ってね、で、まあ、今回脅迫したんですけれども、まあ、その人の、ね、在籍どう考えるかっていう話なんですよ。で従来だったら、まあ、そういう事案をさ、事前に決めた、まあ、自分の見解ね、それをまあ機械的に起案として出して、で数学の公式に数字当てはめるかのようにさ、カチカチに、まあ、こう事実を当てはめて結論出せたんですけど、そういうことがこうね、できないように、パターン化したその思考とか答案ができないようにするために、設問を随分工夫するようになりました。そこで33ページの、問題文の設問2っていうところを見てください。こういう聞き方ですね。で昨年の平成30年の司法試験もやっぱこんな感じでひねりを、ね、入れてるんですよ。事前に自分が準備した見解だけでは処理できないようにしてきてるんですけど、今回設問にこんなふうになってます。設問に、事例1において甲が、まあ、あまり深み今ねちょっとしなくてもいいですけど、とにかくね、甲さん、これ窃盗未遂になります。でこの方がね、とりあえず事後強盗で、まあ、窃盗の身分がいるっていう見解ありますけどね、一応窃盗未遂ということで、まあ、窃盗の、まあ、身分持つことになりますね。でそんな中で後からそのオツがね、この共謀の上ね、事後強盗の目的で脅迫を増して、でそのオツの在籍聞かれてます。でそこでですね、そのオツの在籍に関して、なお書きのところです。なお論述に際して以下の丸1及び丸2の双方に言及してね、で自らの見解で括弧丸1丸2で記載した立場に限られないんですが、まあ、その根拠をね、共に示すことってなってます。そして丸1ですけれども、オツね、これ後から入ってきて、事後強盗所定の目的で脅迫だけした人なんですけれども、オツに、事後強盗の罪の共同正犯が成立するとの立場からどのような説明が考えられるか、そして丸に、オツに脅迫罪の限度で共同正犯が成立するとの立場からどのような説明で考えられるかね、まあ、担当試験でもまあ出てるんですけど、この論文試験って形で出された時にさ、担当試験の知識そのまま書いても答案すぐ終わっちゃいますからやっぱ膨らませないといけないんですよね、ここのところ。なのでやっぱちゃんと理論のところね、その結論は大体担当試験の対策でまあ大体押さえてる人多いと思うんだけど、そこのところをね、いかにこう理由をね、その論文のまあやっぱ一つの説問、三つしかない説問のうちの一つとして出されてますからね、まあ、そこの分どんだけ膨らませられるかって話になってくるんだと思います。でこの点ですね、出題の紙には結構難しいことが書かれてるんですよ。35ページです、出題の紙のところです。でこれをね、全部追っていこうとすると、さすがにちょっと皆さんの今後の勉強がね、細かくなりすぎちゃってね、良くないと思うので、核になるところですね、ここにまあいろんな、要はたくさん見解書いてあるんです。でもこれを全部押さえるっていうのはすごくね、大変だし、またこれ表面的な理解になっちゃってね、その論文試験で試されてるのとはまた違う方向に行っちゃいそうだから、ここの中で核になる考え方がどういうところにあるのかというところをね、ここでしっかりと押さえていてほしいんですよね。でこの点ですね、この出題の紙の解説冊子の、ところのね、ところでちょっと基本知識をつけてきました。38ページを見てください。事後強盗と共犯ね。で、まあ、ここも勉強している人は、まあ、復習がてら聞いておいてもらえればと思いますね。翌年もね、担当試験出る可能性ありますんでね、まあ、復習がてら聞いていておいてもらえればと思います。まあ、これ矢島の促進部講座からね、ちょっとテキスト貼り付けてきたんですけども、38ページのまあ一番上、まあ、事後強盗罪と共犯というところですね。でこれね、後からとにかくこう加わっちゃった人ね、窃盗の身分がある人がまあ先にまあいるわけなんですけど、後からね、共謀の上、まあ、窃盗には関わってないんだけどね、その事後強盗所定の目的で暴行とか脅迫をした人のその在籍をどう考えるかという問題になってきます。でこの問題に関しては、この38ページの1個目のブロックの3行目のちょっと太字にしているところですけど、まあ、その過去形の中ちょっと飛ばしちゃってください。まあ、事後強盗罪のまあ共犯、
となる見解、それからその、ねまあ後からこうやった脅迫罪で、相手怪我させてれば暴行罪とか傷害罪になることもありますけど、まあ、いずれにしろ、ね、その強盗というところを抜かして、ね、その身体に対する罪のところだけ評価して、脅迫罪とか、ね、そういう暴行罪の共犯になるという見解ですね。大きくこう2つ分かれていきます。でここまで皆さん大丈夫ですよね。担当試験で やってますからね。でその後ね、2つ目のブロックですけど、このね、この問題については238条の窃盗は、まあ、窃盗犯という身分を意味するとして、身分犯っていう捉えるいうふうに捉える見解とね、これ別に身分じゃないんだと、まあ、実行行為だろうってことで身分として捉えない見解で、じゃあそれどうするかっていうと、まあ、結局あの窃盗と暴行脅迫、それがくっついた罪なんだ、まあ、結合犯って言うんですけど、まあ、こういう複数の、ね、罪がくっついた、まあ、結合犯なんだっていう見解、ここがまあ大きく分かれることになります。でそれぞれ、ね、この下その、ね、身分犯の中でも新生身分犯という捉える見解とね、判例100選はあのこの新生身分犯って捉えるあの下級審の裁判例が載ってます。最高裁の判例がないから、あのここは、ね、自由にできるところなんですよ。最高裁の判例があれば、ね、まあ、基本的によほどの学説からそこを批判されてない限りはそれで書いておくと、まあ無難は無難なんですけど、まあとりあえず最高裁の判例がないところだから、これは100選に載ってるとはいえ、別にこの判例の立場自分の見解にする必要はありませんのでね、ここのところね。あと一応誤解がないようにですけど、あの最高裁の判例の立場があると思っても、学説から痛烈な批判がされてるときはね、それはあの判例取らなくても大丈夫ですからね。これ判例はこうなってるけど、まあ、自分はこう考えるんだって形で、まあ、説得的に理論構成していってくれたら全然構いません。でもここはまあ少なくてもね、最高裁判例ないんで、そういうあのところをやることはあのないんでね、まあ、自分が思うまま書いてくれればと思いますね。あとは不審性身分犯説っていうのもありますね。それからまあ結合犯説で、学説の多数は結合犯説ですね。まあ圧倒的にこう有力な先生が皆さんの結合犯構成しております。で後で理由説明するけど、やっぱり理由が一番説得的ですね。身分犯説はね、ちょっと理由が弱いんですよね。なんか形式的な理由でね、あの終わっちゃってるんで実質的な理由がないんですけど、後でご紹介するけど、結合犯説ね、これやっぱり理由聞くとすごく説得力があるんですよね。なんでこれが一番学説で多い見解になってます。さてでそんな中で、じゃあまずね、39ページ新生身分犯説の根拠を見ていきます。理由見ていくと本当に形式的な理由しかないんですよ。なんで後で見る結合犯説と比べるとね、やっぱちょっと説得力がだいぶ弱いんですけど、まあ、とりあえず新生身分犯説ご紹介しますね。まあ来年の担当試験の、ね、ためにもなりますから、今一緒に勉強しちゃいましょう、知ってる人もね。でそこで、新生身分犯説がですが、事後強盗罪は窃盗犯のみが犯しうる、ね、新生身分犯なんだって返して、でその後ねこの65条1項を使っていくんですけど、65条1項の解釈に関しまして、皆さん知ってます、あの判例の立場、1項と2項、これ思いっきり判例って区別してますよね。申請身分犯の成立と家計は1項の問題で、不申請身分犯 の成立と家計の問題の2項に、ま、してるじゃないですか。でそうすると事後強盗罪を窃盗の身分を持ってる人しか犯し得ないね、まあ、申請身分犯だっていうふうに捉えた場合に、じゃあその身分がない人が後から加工した時のその人の罪数、あのこう犯罪どうなるかっていうと、まあ、申請身分犯に身分がない人が関わった場合になるから、65条の1項2項との関係をね、判例の見解取ると65条1項を使うことになるんですよね。ですので、まあ、申請身分ない人も65条1項を介して、その申請身分犯の共犯になるんだということで、後から入ってきた人もにもですね、その事後強盗罪の、まあ、共犯に、共犯が成立するんだということになってきます。これが一つね、この申請身分犯説からの処理の仕方ということになります。ちなみに出題の主もっと細かいこと書いてありましたね。あの65条1項の、ね、と2項の関係ね、今は判例の見解をご紹介したんですけど、そこもまあ別の見解もあるわけですよ。そこの方からの枝分かれのところまで書いてありましたけどね、さすがにそこまで行っちゃうと答案大変だと思いますから、ここは大きくね、申請身分犯説、不申請身分犯説、そして後で結合犯説というのが出てきますけど、大きくその3つがあって、さすがに1項と2項の関係はとりあえず判例の見解で処理ができればいいと思いますね。担当対策ではもちろん、あの有力説もその判例のと異なる見解もね、押さえておかなければいけませんけど、まあ、とりあえず論文対策としてはね、まあ、大きく申請身分、事後強盗に関してはね、身分がない人が加わったときは、まあ、身分がないって言っちゃうと身分犯で決めつけちゃうから、この言い方撤回しましょう。まあそのね、窃盗の身分、窃盗をやってない人がね、後から事後強盗の所定の目的を持ってね、暴行脅迫に関わった人の在籍に関しては、大きく申請身分犯説、不申請身分犯説、結合犯説があるんだ、そこを押さえておきましょう。そして、まあ、身分犯構成した場合は65条1項と2項の関係問題となるんですけど、あまり細かいところを深入りをしないためにですね、論文試験対策上は、まあ、1項は申請身分犯の成立と家計を、そして2項に関してはね、不申請身分犯の成立と家計を、まあ、規定したものだという見解に立っていくとね、まあ、とりあえず筋の通った処理ができるんじゃないかというふうに思いますね。まあ、時間内にあの現実的な答案が書けるんじゃないかというふうに思います。そして、この申請身分犯のね、
捉える見解の根拠なんですけど、それが2つ目のブロックになります。新生身分発説の根拠で、こう読んでね、やっぱ実質的な理由がないんですよね。ここちょっと見てもらえるとね、後で欠乏判説の理由見るとね、明らかに違いが分かるんですけど、実質的な理由がないんですよ。ちょっと見ていきます。本罪は先行する窃盗行為を行ったもの、まあ、窃盗未遂でもね、まあ、いいんですけど、のみが実行行為たる暴行脅迫を行える犯罪であるから、まあ、窃盗があってね、あの条文書いてあるんだね。ですので、実行行為の主体が限定されていると、まあ、理解して何ら差し支えなくで本罪をね、65条の意味における、まあ、身分犯と解すること、いや、しかも一項ってことだから、まあ、申請身分犯って、まあ、見ていくんですけど、と解することを妨げる理由はないんだって形で、まあ、考えていきます。まあ、そんな感じね。まあ、一応こういうふうに説明するとね、申請身分犯構成できるんですよ。条文上238条のね、事後ごと の条文がほら窃盗がって書いてあるでしょ。だからそこはもうそれ身分犯なんだっていう、そこは身分を言ってんだ。しかもそれが申請身分犯なんだ、ね、窃盗の身分を持ってる人がしかおかしいない、そういった申請身分犯なんだって形で、その条文を解釈していく、まあ、見解になります。で、今度同じ身分犯説でも、不申請身分犯説というふうに考える場合が、この次の、ね、3つ目のブロックになります。でこちらはですね、事後強盗罪は、設定の身分を持つ者が、ね、238所定の、まあ、目的ね、事後強盗罪所定の、ね、まあ、3つの目的のどれか1個でもいいんですが、目的を持って暴行を脅迫した場合に刑が加重されるものであるから、ここで、ここね、暴行罪脅迫罪の加重類型というふうに評価しちゃうんですよね。要はこれ、事後強盗罪のうち、この人身の方に害を及ぼすところ、そっちを重視する見解なんですよ。こちらはね、この暴行脅迫、そちらの方の加重類型ってことで、保護法益の方ね、人身の、このね、犯罪の方、そちらの方をちょっとこう意識する、見解になってきます。まあ、そんな感じで、この次のところですけど、事後強盗罪3行目、事後強盗罪における窃盗犯人の地位を、まあ、65条以降の、まあ、加減身分というふうに見ると、申請身分じゃなくてね、まあ、窃盗の身分を持っていると重く処罰される、逆に言うと窃盗の身分を持ってなければね、まあ、通常通り暴行罪脅迫罪の刑にとどまる、そういうね、不申請身分なんだというふうに捉える見解ですね。でその見解に立った場合は、この今のブロックの2段落目のところですけど、まあ、ここでもね、この不申請身分って形で身分犯が出たときは、やっぱり65条1項2項使っていくことになるんですけど、先ほどの判例の見解に立っていきます。でそうすると、この2段落目の3行目の終わりの方から4行目にかけてですが、窃盗の身分を、まあ、持たずね、事後強盗の目的で暴行脅迫だけに関与した者にはね、まあ、65条2項で、要は通常の刑ってことになるんですけど、通常の、まあ、罪ね、が成立して通常の刑が科されることなんですが、それが暴行罪脅迫罪ってことになってきますね。まあ、それの共犯になるんだって話になってきます。でその不申請身分犯だってする根拠は最後のブロックのところなんですけど、もう一言で言うと、この3行目、人身犯罪の性質というところですね。まあ、事後強盗罪に、ね、窃盗とこの暴行脅迫分けられますけど、特にその後者の、ね、暴行脅迫のところ、そこの保護法益が大事だっていうように、価値判断を持った場合ね、これも丸暗示ダメでね、価値判断なんですよ。皆さん胸に手を当てて素直に考えてもらいたいんですけど、事後強盗ってどっちの方が悪いのかね、窃盗の部分、その財産犯、もともと財産犯の章にあるからね、基本は財産的な側面重視されてるんだと思うんだけど、ちょっとそういうの忘れてね、事後強盗罪って本当に一番こうね、非難に値するところってどこなんだろうってことを考えた時に、まあ、窃盗の部分なのか、まあ、窃盗も未遂も含めて、ね、窃盗のところなのか、それともその後ね、その暴行を脅迫するところなのか、まあ、そこ考えてほしいんですよ。でこの時、この大谷先生は、まあ、不申請身分で取られてるんだけど、やっぱその暴行脅迫のところが悪いんだってとこ、そっちの方を重視して、それでまあ不申請身分犯って形でまあ捉えていくんですよね。さて、で今度ですね、欠乏判説です。これはまあ一番私個人的には説得力が、まあ、学者の先生も多く取られてるんで、まあ結構説得的な意見出てるんですけど、まあ、ちょっとこちら40ページですね、欠乏判です。でこちらですけども、このね、2つ目のブロック見てもらえればと思います。欠乏判説の根拠というところですね、ここ身分判説によれば、窃盗行為は事後強盗罪の実行行為の中に含まれず、まあ、身分って捉えちゃってるからね、窃盗って実行行為として捉えてないんですよ。単なる身分、収賄罪だったら皆さんほら、どんな身分必要でしたっけと、まあ、公務員の身分ですよね。それと同じ扱いなんだと、このね、事後強盗罪、これ身分犯、申請身分犯だろうが不申請身分犯だろうが、いずれにしろ身分犯で捉えちゃったら、その本当にその身分しか意味しないことになっちゃうだろう。では収賄罪で言えば公務員とかね、まあ、そんな感じというわけで、身分判説によれば、窃盗行為や事後強盗罪の実行行為の中に含まれず、犯罪の主体の要件、つまり、まあ、その身分という、ね、ものですね、公務員とか、ね、そういう話になりますけど、犯罪の主体の要件解消されてしまうことになると。しかし、事後強盗罪が、ね、この、まあ、条文こうなってますよね、強盗として論ずるとされているのは、暴行脅迫と窃盗行為が存在することが、まあ、違法性、これ、まあ、言い方変えれば法益侵害とかね、そういう趣旨で捉えてもらえると皆さんイメージ湧きやすいと思うんですけど、その暴行脅迫と窃盗行為が存在することが、まあ、違法性、要はね、法益侵害の点で強盗と同価値
だからなんだと。でまた、強盗罪の保護法益の中核は先行する窃盗行為に関する、まあ、法益、やっぱ財産犯の、ね、ところに、まあ、規定されてますからね、財産である以上窃盗行為をやっぱ単なる身分としてこう、まあ、解消させるんじゃちょっと弱いだろう、やっぱこれ実行行為なんだと捉えるべきなんだと、法益侵害をするね、実行行為そのものなんだ、実行行為の一部なんだというふうに捉えるべきだろうということで、窃盗行為を事後ごとで実行行為から排除するのは妥当ではないというふうに考えていくんですよね。でここに考えていくと、まあ、身分ってもう言えなくなっちゃうんですよ。もう実行行為そのもの、法益侵害行為そのものなんだから、ね、それ単なる身分に解消されるわけにはいかないんですよね。解消させるわけにはいかないんですよね。まあ、その点でこれは実行行為だということになってきます。でそうすると、まあ、じゃあ事後ごと税の財質というのはどうなるのかというと、まあ、まさにその窃盗という実行行為とその後のその暴行脅迫という実行行為、それがくっついた結合犯なんだという形で考えていくんですよね。でこれはやっぱり結構実質的な理由があるので、まあ、学説では一番有力で、な見解で、ねになってますね。でその結合犯説を前提に、じゃあそのどんな共犯なんのかって話なんですが、それが1個上に遡ります。一番上のブロックですね、40ページのところですけども、結合犯説を取った場合に、ね、こうやって考えていきます。事後強盗罪は身分犯ではなく窃盗罪、暴行罪、脅迫罪の結合犯と解した上で、窃盗に関与していない者が、ね、窃盗犯と、まあ、共謀の上238の所定の目的で、ね、暴行脅迫をした場合、要はさ事後強盗罪の実行行為の途中から、皆さん消極共同罪の定義ってすぐ出てきます。結合犯の場合でさ、多くの場合こう複数 の、ね、この行為が予定されている犯罪で、まず先行者が、ね、その行為の一部をするんですよ。でもまだ自己行為全部終わってないんです。自己行為全部終わっちゃうともう消極的共犯の話にならないからね。だから消極的共犯の正義が問題となる、まあ、前提として、まあ、その犯罪が成立するために複数のこう構成要件要素が、まあ、予定されていると、まあ、そういう状況の中でまず先行者が途中までやるんです。でまだ自己行為全部終わってない、そういう状況の中で共謀をして、で後からこう、ね入ってきた人が、まあ、一緒になって実行行為を、まあ、した場合、その場合に消極的共犯の、まあ、問題になってきます。でその消極的共犯は肯定するか否定するかで、まあ、見解がまた分かれてくるんですけど、そこでここに入ってきますね。4行目のところです。消極共同正犯の公費の、まあ、問題にしていくと、事後強盗犯罪ね、結合犯で捉えると、要は後から入ってきた人、要は自国の途中から入ってきた人ってことになるから、そこで消極的共同正犯を肯定するか否定するかによってね、その事後強盗罪の共犯になるかどうか、後から入ってきた人に、その消極的共犯のね、正否が決まってくるんだっていう話になってくるんですよね。で、まあ、ここではちょっと詳細割愛ですけど、まあ、消極的共犯のところで、まあ、皆さん勉強されてると思うんですけど、まあ、いろいろ見解あるじゃないですか。全面否定説とかね、一部肯定する、限定説とか、まあ、いろいろありますけど、まあ、その各自が、まあ、立っている見解に即してね、まあ、そこのところは考えていくと。ただ一応、まあ、誘導に乗ってね、消極的共犯、事後ごとでの共犯にあるんだっていう立論をするためには、まあ、結合犯説を取った場合は消極的共犯を肯定する見解に立っていかないと、まあ、いけないんでね、まあ、その見解に立って、まあ、共犯成立するよとかね。で最終的には自分の見解を書くことになるんで、その時はまあ本当に自分が思うままのところをね、インプットの段階でそれはやるべきことでありますので、まあ、日頃皆さんがインプットで頑張っているところを力発揮して守られればというふうに思います。というわけで、まあ、次第の主はいろいろね、この他いろんな細かい枝分かれ、細かい見解が書かれてるんだけど、さすがに次第の主に書かれてることをね、この試験時間内に限られた答案の中全部書けないから、今ぐらいのことをね、まあ、復習の時頭の中理解して、でそれで答案書けるようにしておけばね、十分6割っていうか、まあ、これだけ書ける人本番で初めてでなかなかいないと思うから、まあ、これだけ書ければ本当にもうかなり満点に近い点数に相対的になっちゃうと思うんですけど、まあ、復習の時ねこれぐらいのことちょっと思い出してもらえれば、まあ、将来の担当試験にも役に立ちますのでね、まあ、ぜひ頑張って復習をしていただければと思います。あとは設問3のところはね、ちょっとまあ時間がないで割愛なんですけど、正当防衛をしようと思ってね、まあ、防衛行為に出たんだけど、その結果が守ろうと思っている人に対して生じてしまったという事案なんですよね。で、まあ、これもまあ実は典型的なまあ論点のまあ一つなんですけどね、多くのインプットのテキストにまあ書いてあるんじゃないかと思います。まあ、私の促進インプット講座のテキストの方にもまあ載せてはあるんですけれどもね、まあ、それ以外の方にもまあ通常載っていると思いますので、まあ、そこのところを、まあ、でも配点が、まあ、配点書いてないけど、一応設問3つしかないうちの1つで出されているから、まあ、担当の知識をそのまま貼り付けても、ね、十分な点数稼げないと思うから、まあ、理論面のところをしっかり詰めてね、ちょっとこうその場で頑張って理由をこう膨らませてですね、ちゃんとこう設問3つのうちの1つに相当するぐらいの、ね、答案を作っていくんだという工夫を、ね、していく必要があるのかと思いますね。まあ、担当の知識を吐き出したけどすぐ終わっちゃうから、まあ、そこのところを頑張って現場でね、まあ、普段は結論こういうふうに考えてるけど実は理由ってどういうところにあるんだろうとかね、そんな感じで現場で考えてちょっと理由膨らましてくれれば、膨らました、まあ、その、ねまあ、程度に応じて点数を、ね、こうプラスしてもらえますのでね、で相対的な試験なんで頑張ったらその頑張った順番に受かりますので、まあ、そういうふうにやっていってもらえればと思いますね。さて、で最後刑事訴訟法ですね。刑事訴訟法はまず出題の主はこのまま続きね、次のページの41ページのところ開けておいてください。そして、問題文の方はですね、もう一つのね、すいませんね、また別の冊子になりますけど、先ほどの問題文の冊子のですね、刑法の続きのところで36ページになりますね。こちら開けておいてください。
36ページになります。で、刑訴法は出題傾向が大きく変わりましてね、従来 の司法試験の刑事訴訟法は、やっぱこれも従来の刑法と同じように、ある論点に関してなんか事前に決めた見解をね、まあ、マランキして、でそれをまあ現場で問題も見たときにさ、あの論点が出たんだってこと でそれに対応した規範をね、まあ、貼り付けてですね、まあ、事前に覚えた論証集かなんかを貼り付けて、あとは機械的に当てはめしていけば、まあ、答えが出たんですけど、今回ね、ちょっとこうね、その事前に決めた見解だけでは処理できないようにひねりを入れてきました。でそれが問題文の38ページの設問1の結論部分のところを見てください。別件逮捕勾留の事案でね、その身柄拘束の適用性が聞かれてるんですけれども、38ページの、ね、問題文の設問1って書いてあるところです。別件逮捕勾留でね、身柄拘束の適用性を聞く問題なんですけど、こういう形式になってましたね。設問1、下線部丸1の逮捕勾留およびこれに引き続く平成31年3月20日までの身体拘束の適用性について。でまずね、この縦位置だけだったら従来の司法試験と一緒だったんですよ。具体的事実を適実論じなさい、まあ、ここまでだったら自分が事前に決めた見解をね、そのまま貼り付けて当てはめして終わってたんですけど、縦2が できました。でそれがね、1と異なる見解を導く理論構成を想定し、具体的事実を適時しつつ論じなさい。で、だ普通に規範出して当てはめしろってことなんですよね。自分が取ってない見解でもね、普通に規範出して当てはめしろ。でしかもなおってとこなんですけど、その際これを採用しない理由についても言及することってなってんだよね。なので、まあ、ここのところでね、ちょっと従来あらかじめ決めた見解だけで処理すればよかったんですけど、まあ、こんな感じでね、それができなくなってしまったと。でおそらくこれはやっぱりその全ての細かい論点をね、こういう形で聞こうと思ってるわけではないと思うんですよ。その決してその司法試験というのは細かい知識があることが論文試験で求められているわけではなくてね、やっぱ法的思考力があるかどうかというのを試すのが趣旨になってますので、おそらく本当に有名どころの論点ですね。例えば他にこんな感じで出そうな論点ってどんなのが想像できます？皆さん刑訴法を勉強してるでさ、まあ、これ別件逮捕合理って結構大事なところじゃないですか、まあ、別件基準説と大きくね、本件基準説で思いっきり見解対立しているところでありますよね。その他いろいろ枝分かれする見解ありますけども、それ以外にね、こう思いっきり見解対立しているところって言うと他に どういうところがありますかね。言うと、まあ、例えばすぐ思いつくのが、例えばその無令状での、ね、捜索差し押さえに関して、まあ、判例の立場と整合すると言われている、まあ、合理説と、学説の方で非常に有力な、ね、まあ、緊急処分説なんていうのがあると思うんですよね。あとどんなのあります？言うと、例えばですけど補強証拠ですね、自白法則の中でもその補強法則で補強証拠がまあ要求される、ね、その範囲のところで、まあ、学説は在体説というのが非常に数説的なまあ見解になってますけど、判例はそういう厳しい見解を取ってなくてね、まあ、一応真実担保するに足りる程度のまあ証拠があれば足りるんだって非常に緩やかな、ね、まあ、見解を取っておりますけどね、まあ、そこのところも結構その結論に差が出ちゃうんですよね。結局事案処理するときにどっちの見解を取ったかによってその結論が差が出てくるんですけど、そういうところはね、おそらくこういう聞き方をね、今後、まあ、してくるんじゃないかということが予想されますね。だからここのところも、まあ、丸暗記じゃなくてね、やっぱその理論構成ね、なんでその見解がいいのか悪いのか、まあ、そういうところを踏まえて、考えていくと、まあ、いいんじゃないかというふうに思います。さて、じゃあちょっと簡単に、まあ、別件逮捕交流のところね、事案の処理の仕方を簡単に考えてみましょうか。まずですね、出題主の冊子の方で、まあ、私のテキストの方からね、矢島の促進プロ講座のテキストからちょっと規範を貼り付けてきましたので、ちょっと今だけこれを頭の中に入れてもらって、でこれを本件の事案にどう使うかっていうね、ところをちょっと見てもらいたいんですね。あとで問題も見たときにね。でそこで44ページ、このね、解説冊子の方ですけども、取材の市の方の冊子の44ページをご覧ください。でここで刑事訴訟法の関連知識というところですが、まずね、この別件逮捕勾留の適用性の判断基準というところになります。で一つがまずね、本件基準説というところになりますね。これ本件基準説というのは、まあ、簡単に言うと令状主義の先達は許さないということなんですよ。本当は例えば殺人で身柄を、まあ、取りたいのにね、その証拠が十分ないからって言って、まあ、すぐになんか証拠が集められそうな、まあ、軽微な事件でね、まあ、身柄を取ってしまう。でそういうことがね、結局その後、殺人の取り調べばっかりしちゃってるということになっちゃうと、本来殺人で令状を取らなければいけなかったはず、でもそれを取ってないということになるから、まさに令状主義の先達じゃないですか。なのでそういうのを許さないっていう見解なんですよね。でこの本件基準説取った場合は、もうその後でね、ご紹介する考慮要素の観点から判断して、もう本当にこれが違法な別件逮捕勾留なんだって判断された場合は、その法律効果としてその、ね、身柄拘束をもう当初から違法にしちゃうんですよ。そういう身柄拘束を当初から違法にするっていう、そういう法律効果を、ね、生じさせる見解になります。でそこでその、ね、考慮要素を見ていきましょう。44ページの2つ目のブロック、
のところなんですけど、違法な、ね、別件対応交流になるかどうかの着眼点なんですけど、それが、この2つ目のブロックのですね、下から数えた方が早いですね、下から5行目の丸1というところです。捜査官の主観的な意図、本件結構これ悪い意図ありましたからね、最初からなんか軽い罪、重い罪の方のなんか証拠がないからね、なんか他に罪がないかで探してたから、結構このところ当てはまる事情ありましたけどね、丸1、捜査官の主観的な意図、それから別件についての身柄拘束の必要性ね、軽い罪でのその身柄拘束の必要性、そして丸2、取り調べの対応とか被疑者の態度など、いずれにしろ本件に関する取り調べの状況とかね、それから丸4、本件と別件との関連性、関連性がある事件はね、調べてもね、違法って評価されにくいんですけど、全く無関係な事件を逮捕した後にね、万引きで逮捕してずっとなんか全然それと関係がない殺人の取り調べばっかりしてるとね、これはやっぱり違法な別件逮捕交留に評価されやすいんですよね。次のページにその交留要素の使い方書いてありますけどね。でそういう交留要素からですね、またこの44ページの2つ目のブロックのところ戻って、下から3行目の終わりの方になります。今みたいな考慮要素に着眼して、はい、太字のところです。軽い別件での逮捕交留が主として、これね、もっぱらっていう人もいるんですよ。ほぼ 100% って意味になっちゃうんだけど、それだとちょっとやりすぎだろうってことで、学説では主として、っていう感じね、もっぱらっていうところまではいかなくて、主として、十中八九とかそんな感じのニュアンス、もうちょっとこうもっぱらより緩やかな、ね、もっぱらとほぼ 100% って感じになっちゃうんだけど、そこまでいかなくてもいいよと、十中八九あるいは大半ぐらいのね、もうちょっと緩やかなニュアンスなんですけど、軽い別件での、逮捕交留が主として、重い本件での逮捕交留と評価できるときは、ここが最終的な規範になります。上の考慮要素からね、事案を分析して、であとは皆さんが頑張って最後最終評価、それが軽い別件での逮捕交留が主として重い本件での逮捕交留と評価できるときは、もうその逮捕交留、つまり身柄拘束はもう当初から違法にしてしまうと、そういう見解がこの別件、すいません、本件基準説ということになってきますね。でそれに対してですね、大きく対立しているのが47ページに飛んできますけど、こちら別件基準説です。これは説明するまでもなくね、その軽い罪の方、実際に身柄取った方の罪に関して逮捕とか拘留の要件をね、満たしていればもう逮捕は適法なんだっていう見解なんですよね。ちなみに別件基準説に対する通説な批判は47ページの3つ目のブロックで中つけてるところですね、2個目の中なんですけどね、こちら別件基準説取っちゃうとね、要はもう別件逮捕交留という概念をね、否定するのと同じになっちゃうんですよ。なので、ね、ここのところがもうやりたい放題になっちゃうから、それはおかしいんじゃないかっていう話になってきますね。でちなみにね、本件基準説って結構法律効果すごいじゃないですか。身柄拘束を当初から全部違法にしちゃうってことになると、ある意味その取り調べ中に得られたね、その供述証拠とかさ、それって下手すると違法収集証拠排除法則で排除されたり、あるいは自破拘束の観点からね、証拠排除されたりとかすることになりますので、真実発見の観点からは非常にこうね、悪影響を及ぼしますよね。だそこが非常にデメリットですよね。別件基準説の場合は今言った通りね、もうそもそも別件対応交流という概念を否定するっていうことがものすごいやっぱり批判が強いところで、その見解を取るやっぱデメリットだってことになってくると思うんですよ。それに対して本件基準説はね、やっぱ当初から身柄拘束を違法にしちゃう点で、その後のこの証拠ね、その身柄拘束の間にその取得した派生証拠が全部ね、証拠廃止されちゃう可能性が出てくるので、真実発見を大きく、後退することに今なってきます。そこが思いっきりこう対立するところね。でそれを踏まえて皆さんがどう考えるか、自分の見解書けってことだからね、この対立するこの2つの見解を踏まえて自分の見解どう考えるかってことを聞かれてから、そこが究極の選択なんだと思いますね。で例えばですけど、46ページの最後の、ね、補足っていうところを見てください。46ページの一番下のところですけど、補足、あ、これここじゃない、すいません、本件基準説のところだからね、44ページの一番下のところですね、すいませんね、44ページの一番下のところなんですけど、ここね、本件基準説はほら、さっき言った通りさ、この太字のところ、身柄拘束は当初から違法にされてしまうんですよね。でしかもこの2行目3行目も今お話した通りね、だいたい派生証拠全部証拠廃止されちゃう可能性高いですから、非常に真実発見害します。ですがこの一方でね、将来の違法捜査を良くして基本的人権の保障を図るという実はメリットがあります。実はその当該事案、その当該事件ではね、真実発見害しちゃうんですけど、それを一回、裁判所の方でね、しっかりダメなんだってことを言うことによって、それがこの今後の他の事件に、波及して、適正手続きの観点からね、そちらの方が実現されるんだ、そういうメリットがあるんだってことになってきますね。そういうところも踏まえて自分がどの見解を取るのかって話になってくると思いますね。あとちなみに基本的には本件基準説なんですよ。違法な別件逮捕交流はやっぱ許さない、令状主義の先達になっちゃうから、許さないというところは多分核は同じなんですけど、身柄拘束を当初から違法にするのはちょっとやりすぎだと、その途中から違法にすればいいんじゃないかという見解があります。でそれが、このレジュメで言いますと46ページのところで、実態総施設、河合出先生
自分でこういう名前つけてなくて他の人がまあ勝手に名前つけてるんですけど、まあ、川出先生の考え方ですね、まあ他の学者の先生が実体創生説っていうふうに名前つけてました。川出先生本人はこういう言い方してないんですけど、まあ、この中身をちょっと見てください。でこれ結論なんだけど、途中から身柄拘束を違法にするっていう点で本件基準説の方に近いんですよ。ここのところね、別件基準説を取った場合あの身柄拘束自体は違法にしないのでね、その点で実態創設というのは途中から身柄拘束自体を違法にするので、どっちに近いかというとね、本件基準説の方にあの本籍地がある、まあ、見解になります。でそのちょっと中身なんですけど、起訴前の被疑者の逮捕拘留はね、このもう線引いてあるところで読んできますね、時間の都合で、起訴前の被疑者の逮捕拘留は起訴不起訴の決定に向けた捜査をするための期間なんだと。これ後でね、ここ理解している人が取材のシュームと分かりますから、どこの部分かってあの ここを匂わしているところ書いてありますからね、まあ、起訴不起訴の、決定に向けた捜査をするための期間としての意義があると。で別件での逮捕拘留中にね、線引いてあるところだけ見ていきます、4行目、本来主眼となるべき別件での捜査活動がほとんど行われない場合で、これ今回の事案に結構当てはめできるんですよね。結果的に逮捕拘留結構伸びちゃってるんですけど、結構ね警察官の立場からはちょっとこうどうしようもないような事情があったんですよ。あの参考人取り調べようとしてもなんか都合ですぐに調べられなくてね、時間経っちゃったとか、防犯カメラ調べなければいけなかったんだけど、ちょっとこう都合、そのやっぱその防犯カメラ設置してる側の会社の方のお店の方の都合でね、その調べるのが先になっちゃったとか、まあ、いろんな事情がありました。というわけでね、結果的に身柄拘束すごく伸びちゃったんですけども、別に別件での捜査をねやってなかったわけではないんですよね、まあ、そんな感じで別件での捜査活動がほとんど行われない場合ね、まあ本件ではそういう事情と逆の事情結構あるんですが、まあ、別件での捜査活動がほとんど行われていない場合、別件での逮捕拘留が実態を失い、その後の逮捕拘留は令状によらない身柄拘束として違法になるんだと。でここがまあ最終的な規範になります、この太字のところが。でこれをどう判断するかというのはこの下のところに書いてあるんですけど、ちょっとフレーズ違いますけど、あの本件基準説 の考慮素と実績には同じです。ここのところね、ちょっとフレーズは違いますけどね、あの、まあ、基本的な考え方はあの本件基準説のところと同じような感じになってきますね。でそういう点で見るとね、これで取材の趣旨がすごく読みやすくなると思うんですよ。この冊子の取材の趣旨のところを見てみましょう、41ページのところなんですけれども、41ページのところです。で41ページの真ん中辺の段落なんですけどね、いわゆる別件逮捕拘留って書いてある段落見つけられますかね。いわゆる別件逮捕拘留で今の話がね分かってるとね、この下にね3つの考え方が乗っかってるんですよ。でその3つの考え方が今言った3つの見解それぞれどこに対応してるかって自分で分かると思います。じゃあ見ていきますね、いわゆる、別件逮捕拘留に関する捜査手法の適応性の判断基準は、対別すると逮捕拘留の基礎となっている非事実別件を基準に判断する見解、まあ、別件基準説と、実質的に当該非事実とは別の、ね、犯罪事実、まあ、本件について、の身体拘束を評価しているかという観点から判断する、まあ、本件基準説に分かれてるんだと。でここまではまあいいですよね。でこの後、さらにどのような場合に逮捕拘留が違法となるかという点をめぐり、でこの後ほら自分であのこの後ね3つの考え方が書いてあるんだけど、それぞれ何説かってじゃあ当ててってください。じゃあ見ていきましょう。まず、はい、1個目、別件についての逮捕拘留の要件、かっこ犯罪の嫌疑、身体拘束の必要性を充足しているかを重視する考え方、はい、これ何説ですか。これ別件基準説だと思いますね。で今度次、別件の起訴不起訴の判断に必要な捜査がいつね完了したかを重視する考え方、これはどの見解ですか。これ多分実態創設なんじゃないかと思うんですよね。そしてこの後、逮捕拘留にあたって捜査官の意図目的を重視する考え方、これはまあ本件基準説なんだと思いますね、まあ、ちょっと消去法的な感じになっちゃいますけどねまあ本件基準説のことを言ってるんじゃないかというふうに思われますね。というわけで、まあこの辺のところの3つがちゃんと理解されていることを前提にこの下書いてありますけど、まずっていうねちょっとこれを太字にしてますが、まあ、いわゆる、ね、別件対応交流の適応性に関して、まあ、いかなる基準、ないし、ね、観点から判断するか、まあ、その理論構成と、ね、当てはめして、で最終的に自分と違う見解書いてさ、でそれを取らない理由、ね、まで書くわけですから、まあ、そこのところもちゃんと書いていってほしいというところになります。でもし皆さんがじゃあ皆さんがもしかに本件基準説に立った場合、まあ、逆に言うとその対別した思いっきり対立する見解としては別件基準説を、まあ、取らないことになるわけなんですけど、じゃあその別件基準説を取らない理由ってどういうふうに説明しますかね。言うと、まあ、さっき言った通りね、別件基準説取っちゃうと、まあ、ある意味その別件逮捕拘留っていう概念をもう否定するに等しいことになってしまいますから、まあ、ある意味その捜査官っていうのが令状主義の先達をやりたい放題になっちゃうんですよね。本当はその殺人で、まあ、身柄拘束したいのにもかかわらずね、その証拠がないからといって、まあ、なんか別の罪で証拠を持ってくればいくらでも逮捕ができることになってしまう、それが無制限にできることになってしまうんですけど、そういうところが非常に問題なんだっていうところね、そこでまあ私はその見解を取らないんだっていう形で、まあ、やっていけばね、一つまあ説得的な一つ論述ができるんじゃないかと思います。でそれに対して、まあ、例えば
その本件基準説を逆にじゃ今度取らないんだっていうことを説明しようとしたときに、まあ、やっぱあれの一番のデメリットはね、身柄拘束を当初から違法にしてしまうというところですね。故にその間取られた、ね、派生証拠、それが下手すると全部違法収集証拠排除拘束とか自破拘束の観点からですね、証拠排除、まあ、されてしまう、まあ、可能性がありますのでね、まあ、そういうところが非常にデメリットで、まあ、真実発見を害してしまうだろうと。でもまあ一応それ反論する、ね、まあ、方法としては、その当該事件に関しては確かに、その真実発見を害してしまうという、ね、デメリットはまあ、あるんですが、まあ、その一件ね、そこのところでまあ証拠排除して身柄拘束を違法にして証拠排除することによって、まあ、将来のその捜査の、ね、適応性がまあ図れる、まあ、非常にこう、ね、一つこう犠牲にするものはありますけど、その後もっと大きなまあメリットが得られるんだみたいなことを考えていくとですね、まあ、十分その本件基準説を取ってもいいんじゃないかなとは思うんですけどね、まあ、あるいはそのうまく中間を取って、ちょっと本件基準説の考え方、確かにこのね、別件対応交流って概念を否定する別件基準説はまずいよと、まあ、かといって本件基準説で身柄最初から全部その違法にするのもやりすぎだと、まあ、そこでまあうまい具合にね、この実態創設みたいな感じなところもあると思うんですけど、まあ、いずれにしろその基本的な理解ができていることをまあ前提にね、インプットの段階でまあちゃんと基本的なところをまあ理解をしてですね、あとはもう自分が思うままその誘導に即してですね、まあ、書いててほしいと思うんですよね。今後まあ皆さんが受ける試験もこんな感じでね、とにかく今の試験っていうのは張り付けができないようにうまく誘導してるんですよ。行政法なんか昔からそうじゃないですか。手を変えよ品を変えね、聞いてることは大した論点じゃないのに、いろんなこの聞き方を工夫してね、丸暗記したことを吐き出して処理できないように工夫してますけど、それがまあ他の科目にもね波及したんだっていうような感じがするだけなんですよね。でもまあそういう問題対応した時はやっぱりその基本のインプットというのがまあすごく大事になりますのでね、まあ、ぜひしっかりとね、このから試験に至るまでね、インプットの方も固めていってもらえればというふうに思いますね。で、一応このレジュメ、取材の市の解説者のまあ後ろの方にね、ちょっと私のまあこうね、プロフィールがてら、私がやってる講座なんかもちょっと書かせていただきましたので、まあ、基本は、まあ、皆さん各自ちゃんと基本書とかで勉強するのがいいと思います。でもね、どうしてもこう時間が取れないという方なんかはね、まあ、予備校の講座なんか利用して効率的にまあ勉強するというのも一つの手だと思いますので、まあ、そこのところは皆さんの方にお任せしますのでね、まあ、いずれにしろ時期の、ね、試験に向けて、まあ、一生懸命、ね、勉強していって、まあ、必ずこう合格にね、最近はまあ合格率という観点から考えたときにね、まあ、合格だんだん、まあ、予備試験の方も受験、合格者の、ね、年齢層すごく若くなっているから、まあ、合格率低くても決して、まあ、手が届かない試験ではないと思います。そして司法試験の方なんかはね、まあ、最近やっぱりこう受験生の数に比して、合格者の数が多くなってきているので、まあ、非常にこう誰にもね、こうチャンスがあるような試験になっていると思いますので、まあ、希望は ありますのでね、まあ、ぜひ、合格目指してですね、モチベーションを高めて頑張っていっていただければと思いますね。それでは今回ですね、令和元年度の司法試験の出題の市の分析会は終わりにいたします。この後ね、採点実感の分析会が日程決まりましたらば、インターネットの方で告知いたしますので、ぜひそちらの方もですね、ご視聴いただければと思います。それではどうもお疲れ様でした。